なんか、ちょっと強そうやけどまあまあでもいいやろちょっと強そうやけどえエモンが流れエモンが流れ込んでるだとやるかおいやるかもん。スッスッえたぬかなだ20概念概念としての3030 30の概念 <laughs> <laughs> 概念ですその辺の包郷のしょうもない女さんと一緒にしないでくださいこの天然記念物 F カップを包郷は黙ってな包郷税から炎上しないからえしてもいいですよ包郷税からの嫉妬が耳に心地いいぜはっはっは昨日は3時か4時くらいに起きるんちゃうかなって言ったけど起きたん先でしたねまあまあ寝てしまいましたねおはようございます皆さん すいません。ちょっと昨日はめっちゃ寝てしまいましたね。で、褒めてほしいんですけど、昨日寝る前ちゃんと風呂入ったんですよ。フリアできてませんよ。昨日ちゃんと寝る前、風呂入りました、私は。めちゃくちゃ頑張って。でも、髪の毛乾かすんだけは無理だったから、髪の毛は自然乾燥でいった。頑張って、お風呂に入りました。そう、皆さん、あの、出社前にね、ちょっと聞いていってください。歯も磨きました。ちなみに枕の確認はしてません。すいませんでした。な <laughs> んで、髪の毛自然乾燥して、朝あまりにやばかったから、ちょっと水つけて前髪だけ直した。 後ろはだからやばいよなんか後ろはなんかちょっと汚い荒れてる美容室いいかな高校中退したのでいつでも <laughs> 見れますそうそうか中退か高校7卒業しかか取っとった方がええよ友達中卒なんやけどそのせいで高卒以上って回答とか結構多いからバイトもななかなか見つからんちゃったおは猫ちゃんたちのご飯も万端であちょっごめん見てなかった今,今ち,ょちょうど足元で遊んでるよ でエビ天、お風呂入ったよんん <laughs> あげるわはい朝まだ食ってないんよでさあ私今超ダイエットしてるの めっちゃダイエットしてるので私食事抜きのダイエットとかマジでほぼしたことなかったんやけどめっちゃ頑張ってやってんの、うん、ほんでな今日じゃあまあ朝ごはん食べるんやけどまあその前に一応ちょっとこのあんまりおいしくない野菜ジュースをちょっと飲んでで何食おうか考えてるんやけど私は今食事制限プラス筋トレやってるんやけどまあきついまあきついそれ食事抜くときついよなでまあ1日1回は炭水化物とっていいことにしてるんやけどさ今ちょうど4十。 2キロ台にになったかな。なっったた。かくらいになったえー、これでもダメダメかなあ,のあんまり美味しくないやつなんやけど無点か無点かダメダメか分かったちょっとやめとくわいやウォーキングじゃなくてあの基本的に腹筋かな筋トレやってますもともとがえー、っとね4 5キロかな私が1 5 1ンチなんやけど1 5 1え m、ー、4 5キロぐらいだったのでそれを今4 2 8くらいになった スクワットってな太ももがなちょっと太なるっていうのを聞いてなそれでちょっと敬遠してるとこある。じゃあほんで何言おうとしたんだっけじゃあほんで一番太っとった時は50キロあったの。で50キロから45ぐらいでいつもうろうろしよったんやけどちょっと今回まあなイベントとかいろいろあるからちょ,っと痩せ、まあ、ちょっと痩せなあかんイベントがあんの。 それ痩せなあかんイベントがあるから今超頑張って痩せてんの大丈夫かなでも一応その腹筋とかのやってるやつでケツもまあまあちょっと鍛えれるやつにはしてるけどサプリメントはえー、っとねマルチビタミンをとってますそれでいいんかなもっと別のもんをとった方がいいかもしれんけどおい,おい、A、AV じゃねえから、まあ、言っとくけど AV じゃねえから <laughs> あ,あ,あそうね父がちょっと減ってしまったかなってもうまあオフ会のホビットたちにやっぱり美しい体を披露したいっていうのもありますけど え、そめっちゃさお腹痩せたんやけどえちょっとちょっと見てもらってもいいですか自分ちょっとめっちゃ痩せたんでちょっと前まではねちょっとお見せできるおなかではあっあっあっ,あっ <laughs> みーちゃんごめんみーちゃん怒られちゃった猫踏みかけてこけかけたわけん怒っとる踏んでないやんでもちょっとつまずいただけやんにゃーちゃうでにゃーちゃうでにゃーちゃうでちょ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 っとおなか見てくれんほなめっちゃ痩せたんめっちゃ痩せたわかるこのくびれ ちょっっとほんで縦線が入ってきたそうなんよけどまだちょっとちょっと下腹が出とんよなそこだけちょっと気になっとって今下腹をへこますために何を食ったらいいのかあれしてるえコンビニでさじゃあ今日何食ったらいいおい年寄りの腹って何やねささみ昨日食ったんよなってかでもコンビニ売ってなくないサラダチキンあんまり好きじゃないんよななんかこう玄米か あ、ほんと玄米にしようかな。ブロッコリーあるわ。えー、じゃあ玄米とブロッコリー今日のあそこ味気ねえなー。あと、あ一応、なんかオールブランがある。コンビニのチキンはね、最初の方うまかったんやけど、あれ食い寄ったらなんかめっちゃ嫌いにならん。え、これわかると思うんやけど、ダイエッターの人は。サラダチキンはマジで食いすぎるとマジで嫌いになるってまう。ほんまに。で、ライザップみたいなのは、もう行ってもその時は良くなるけど、戻るから。 私はパーソナル一挙ったけど確かに一挙の時はあれやけど終わったらもう無理戻るから相当ちゃんと何自分で自制できる人じゃないと金の無駄だと思うよブロッコリーと鶏肉はそう一生もうダイエットって言えば筋トレって言えばで食わされるけんもう飽きたいんよな朝のタヌかの配信平和だな平和ですねはい糖質制限進めるとこは避けた方がいい私パーソナルの時はまあ、そんな投資制限進められへんかったけどななんか おにぎりとかなんだっけな和菓子とか食べてくださいねって言われたわんか炭水化物1日1回はとってるまあ少なめやけどあ茶碗蒸しいいなでもコンビニで売ってないなえー、もう今日スーパーまで行こっかほな暇やし、えー、金あるんだったら自分の太りにくい食べ物とか検査するのいいと思うえー、でもそんなに金ない <laughs> 言うとくけどそんなに金ないオフ会でいっぱい金稼いだらやってもいいかもなわかるおんなしもん食うとマジ飽きる 炭水化物をじゃがいもに置き換えたら結構安いえっじゃがいもっていいん知らんかったいや実は引っ越しをさしようと思ってさそのソファーなりを売ってた売ってた売れんわ売れんけん捨てたんやけど廃品回収でじゃ不用品回収かで捨てたんやけどでもその時家の相場調べてなこの家の相場が結構安かったの周りのとこと比べて45万くらい安かったの相場がでなんか入った時が安かってすげえ上がってるらしいんよなっていうのもあって えもったいないなって思ったわけこの家を手放すのがなのでちょっともうそろもうしばらくちょっとこの家でいようかなと思って昨日か IKEA にのんちゃんと一緒に行ってちょっと揃えてきましたなんかその軽めの家具で捨てやすい動かしやすいやつにしましたねなんか後ろもあのヨギ棒にしましたソファーじゃなくてヨギ棒いいやろ今かたじゃないと <laughs> 入居審査厳しいよ <laughs> うんまあそれもあるなんかまあおたやどさんとかでなんか審査緩いとこ探してもらおうかなと思ったんやけど 新車ゆるいとか、まあ家賃高いからな。で結局高鳴ってまうから、こんな私の、何、ほぼ無職みたいな身の上ではね、なかなか入れるとこがないんだよね。無職やと、まあ大体無理だと思うよ。お金があっても無理。だから、おたやどさん、おたやくの宿や狩りっていうとことかで調べてもらえば、そういう、なんていうんだろうな、配信者とかも行けそうな家とかを結構見てくれたりする。え、今日はメガネかけない。メガネいるメガネ欲しいいいよ。 えこれ伊達じゃないよリアルガガチメガネほら目がちっちゃなるやろ。えっとマッチングアプリで写真を送ったらメッセージ来なくなりました。これが現実ですか。あんなマッチングアプリで写真を送ったらってやっぱ写真が悪いやつってめっちゃおんの私も写真来た時点で無理ってなる男結構おるもん顔どうこうじゃなくてえそもそも例えばなんかもう今時になってなんかスノーのこんな,なんか犬のやつとか使ってるやつとか。 それだけで顔動向ううとかじゃない無理キモってなるよ。だと男でスマホでこの適当な自撮りしてるやつとかそれも無理やな。なんかもう自分の写りとか考えてないんだろうなとかなんかもう適当なんだろうなとかこれでなんかいけると思ってんのみたいなそれもきつい。まあ、猫でも犬でも一緒やそれは。でそういう男って全然多い。ってかおるいっぱいおる。でなんか頬になんかポみたいなマーク入ってるやつおる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 。そういうのもあるし。 であとそうやなきつ,いきついんがまあその自撮り系はやっぱりきついそのいくら顔がちょっとマシでもなんかもうキメキメメの自撮りりみたいいなやっぱり気持ち悪いだからアマッチングアプリで勝てんのはたどりってもう私もうずーっと言ってるもう何年も言ってる繰り返してるリフレインしてるプリクラとかもう論外っていうか男でプリクラの写真載せようと思うやつどんだけいい写真なかったみたいなプリクラが一番漏れてるって。 それあのプリクラで漏れる顔ってブスってことやけんな言っとくけどプリクラは今可愛い子とかイケメンが撮ると顔がおかしいであるブスが撮ったら可愛くなんねんプリクラで漏れてるってことはブスってことに気づきなでプリクラの写真を載せてるって言うんだけどもうブスって自分で言ってるようなもんやから宣伝するなブスってイケメンでも OK とかじゃないよあんないくらイケメンとかでもそのスノーのアプリを使ってようわからんエフェクトをつけてるとかキメキメの自撮りをしてるみたいなのはイケメンでもあかんよ気持ち悪いもん 女は別にそこまでイケメンイケメン求めてない普通にあのー、なんて言うんだろうな清潔感があって好印象な感じだからたどりのスーツの写真みたいなのが一番いいんやけどちょっと遠くから友達が撮ってるとか友達と一緒にご飯行ってる時の写真みたいなのとかそういうのがいいのそういうのがいいの,じゃああのいいよじゃあマッチングアプリ用の写真を私にそのあっこの前そうやマッチングアプリ用の写真の採点をしてほしいみたいな人おってん DM でまあさすがにちょっとの 見せるはちょっとあれやけどなでそいつはまあまあ男前だったんやけど最初なんかもう自撮りみたいなんしててめっちゃ酷評したのそんで次送ってきてくれた写真はレストランで友達に撮ってもらったおしゃれなレストランでご飯食べてるとこだったんやけどこれは OK ってなったわけよそうだから顔とかじゃないねんもうセンスそうマッチングアプリの写真はセンスだよで友達おらんもんって言うやんおらんもんじゃあもうた <laughs> どりしてくれるような 友達じゃなきゃ家族でいいんよ別にお母さんにちょっとこっから俺の写真撮ってくれって撮ってもらいななお父さんでもいいよお前天外孤独か天外孤独だったらちょっとあんま話は変わるお天外孤独誰がうまいこと言えと <laughs> マッチングアプリで写真を撮ってくれる有料サービスもあるでうんーまあでも有料でガチガチやるのはそれはそれでなんかその必死感が出る お前の端カンみたいな格好の写真は何え、あれさ、あの、私がしたんじゃなくて、ネット民が勝手にやったんですよ。あれ、加工っていうか、多分、顔のすげ替えやっとると思うんやけど、あれは顔のすげ替えですね。私がやったわけじゃないです。さすがに、あれやると <laughs>、別人とかいう次元じゃないので、別の人です。えー、顔出すの恥ずかしいので、車の写真でもいいですが、それでは女はこいんよ、言っとくけど。だから、ちょっと遠くてもいいから、 全体の雰囲気分かる写真でないと女からは何も絶対こんから車だけとかそのまあ金持ってるアピールするんだったらもうパパ活とかの方がええわそれでないとこうへん普通にちゃんと出会い求めとんやったらちょっと車だけとか飯だけとかではあかん顔は恥ずかしいからチンチンの写真でもいいですかお前それを恥ずかしがるよ人として恥ずかしいぞええースタジオ予約してお見合い写真の写,の写真撮ってもらうとかかねでもねまあたぶんたぶんそういう人いるんやけどそこまでガチなんも逆に引くのだから 女が求めてんのはマッチングアプリでガチで探しとるみたいなんではなくてただ普通の人やけどマッチングアプリまあとりあえずちょっとやってみましたで載せる写真とかそのああ写みたいなんないからじゃあ友達に撮ってもらった写真適当に載せましたみたいなその適当さが好感が持てるのなんかマッチングアプリ用になんか決めみたいな自撮りをしてる男はキモいしそれこそほんまに出会いたいみたいなお見合い写真もキモいのそれをなんでわからないんだ えー、友達と写ってる笑顔の写真の自分のとこだけ切り取りとか、うん、まあ友達の顔ちょっと隠すとかでもいいけどその雰囲気がいいんだよ顔とかじゃないねん別にむずくないよなんであんた友達とさ一緒にさご飯とかで写真撮らんのあ友達おらんかったごめんそれはごめんママでもいいっつってなママとご飯行って写真撮れママっつってそうでもそれって結局マッチングアプリ慣れてるやつなんよほんまに慣れてないやつはお見合い写真みたいなんで行ったりするんやけどでも慣れてない感を出す慣れてるやつがやっぱり一番モテるんよ 慣れてるやつっていうのはそれでいっぱい合ってるからってことやから合える写真がそういう写真なのそうだねスポーツをやってる陽キャ感が大事、まあ、友達もいますいつも楽しいです笑顔ですみたいなご飯で写真は撮らんかも撮らんのやったら、まあ、遊びに行った時みんなでじゃあ海に行った時の写真とかさあるやん。 遊んだ時みんなで撮った写真ってことがまあそうそうそうだから遊ぶ友達がいますっていうのもアピールに入んのいっぱい友達がいます同性のやっぱね同性の友達が多いやつはやっぱりおもろいやついいやつ率が相当高いからねたどりがその人の雰囲気が一番分かるそうえ言ったやろ私の登山写真あれが最強なんだよ言ったやろもう一回見せたろか私のあのマッチングアプリモテモテの写真をしゃないなそんなに見たいって言うんだったら見せたろかなうん まあ今ちょっと切り抜きで探してくれ田ぬかのマッチングアプリで数分で1000いいねを叩き出した写真だよ。あ、でもあれはもうすごいたどりしかもなんかまあそのあの感じはまあ友達が撮ってくれてるんだろう友達と友達と一緒に登山とか行くんだろうでアクティブなんだろうそしておっぱいがでかいんだろうそして遠くから見た感じデブで絶対ないてかむしろちょっとスタイルがよく見えるそして顔もまあ普通悪くないというんでもうモテ役マンなんですよ。 そうこれ絶対女が撮ったようになってやつたってデートじゃないねん。友達と一緒に遊びに行ったかんやねん。そう、マッチングアプリは、万部やばいから、そこで選ばれようとするんだったら、男側は、まあ、そこらへん相当気使わんとあかん。あれ、写真持て、役満ですから。この方が、父だ、いや、父じゃないです。トークメインなんで。父サブなんで、よろしくお願いします。男から見たら、決めてる自撮りの女の方がよく映ってるんじゃないえ、そう思うこんなさ、え、自撮りでさ、なんかその、こういう感じで、みたいな、キメキメの自撮りの女と、たどりの自然な感じの、 普通の女だだったたらさどどううう考えてももりやろ男もそうだと思うよく写ってるちゃうあのね顔面がよく写ってるとかじゃないねん顔面がよく写ってるとかではないんよ雰囲気なんよじゃあじゃあほんでなマッチングアップリちょっと慣れた男っていうのはそのこういうめっちゃ近い自撮りの写真っていうのは大概嘘っていうのが分かってるのそう自撮りはあった時ユウは断言する100%ブスなのブスやからこんな拙者の自撮りをこんな時代にやってんのあのねかわいい女の子ってインスタとか見てもたどりばっかりやん自撮りもたまに けど、たまにするけどやん。基本はたどりなのだって。可愛いから、たどりで全体感を見せた方がいいからわかるっしょ。だから、そう、インスタとかでも可愛い女の子はみんなたどりで、マッチングアプリとかで未だに自撮りでキメキメやってんのはブスです。しかもデブです。デブは体映したくないから近づいちゃうんですよ。だから、自撮りでキメキメで可愛いなって思う女はデブのブスです。あったら申し訳ないけど、ん、自己紹介なんの？ええー、と、たどりでモール角度での話でもいけるよって。 自信を感じる、まあそうだよね。だから自撮りはやめとけないよ。だからさ、そのマッチングアップリに慣れてない君たちみたいなのは自撮りのモレモレ写真を見て会ってしまうんやけど、でも来るんでブのブスやから、それで騙されとんよ、君らは。確かに一回ドラム缶みたいな女来るやろ来るんよ。そう、ジョイスが来てしまうんよ。デッドボールのジョイスがな。配信だけで生活でき,ますかできてます。できてまーす。皆さんのおかげで、配信だけでできてまーす。しゃくれてまーす。ありがとうございます。はい、できてます。今んとこ。 化粧もりもりの斜め角度っていうのはもうわからんからしかもここら辺から上って言ったらほんまにわからんからしかも今まあ加工もあるからさ体を映してないやつは危ないと思っときで体を写したやつでもそのフィルターがめっちゃかかってそうなやつは後ろの壁が歪んでないかとか解像度がここだけ落ちてないかとかをしっかり見比べることな上からも危ないよう伏し目がちって言ったら顔がわからんくなるからなちなみに私ちょっと見てはい今検索してくださいあの YouTube の切り抜きで えっと、タヌカナがマッチングアプリで、数分で1000いいねを稼いだという写真、あの、公表しておりますので、はい。あの、YouTube の切り抜きで見て、ちょっと今、スっと出せんけん見てくれ。私は全てを写す。だって私は別に何、何おっぱいでかいし、体に自信あるし、太ってないし、だったら体写した方が絶対プラスやからな。デブじゃないよっていう証明ができる。そう、あの感じの写真、めっちゃいいだろ。なのにさ、 これだったらいいねするやろっつったらさうちの配信のやつらさいいねしない40%ぐらいおったからな強がりやねんほんまあれ絶対モテるのになまあ女のマッチングアプリはそれぐらい楽勝まあそうなんよなだからまあたどりいい感じ写真なら一瞬でまあなん、まあ、何千いいねとかつくしでそのちょっとキモいい自撮りでもまあマッチアップ初心者の男からまあやっぱ数百は来るからまあ余裕やねんな賞味女体ってだけで大概余裕よマッチアップは。 え、そうだろうう、なとくるっしょそうあれがあのマチアプー強者の私の写真性格もなんか良さそうやんあのあれにあの写真に写ってる私はマンコもいい匂いしそうやん今臭そうかもしれんけどあの写真で見るとこの子マンコ絶対いい匂いやんって男が湧き立つ感じの雰囲気出せてると思うよ性別男にして写真変えてみ弱弾の気持ち分かるでいや別に私はそんなんせんでも弱弾の気持ち分かってるからその送られてくるあまたの写真を見て必死に頑張って 会っててほししいからそう自分をアピールしてみたいな弱弾を見ててやつらの気持ちだってめっちゃわかるよわかった上で私は言ってる女でよかった <laughs> 女でマジよかったいや男マジかわいそうこんなさこんな必死こいて女めちゃくちゃ探してしかもマッチングアプリもさメール送るに金払ってやろう女でマジでよかったマッチングアプリでしたらこんな精査を感じさせられることないよ最高だよ 正直抱けるだけないラインで左右にスワイプまあそれも分かるんやけどでも男なんてもうほんまに誰でもいいから会いたいくらいでやっとやんでもそんな抱けるだけないラインの抱けないラインのブスですらお前のことを拒否してくんねんこの世界はお前がいやさすがに抱くだけでもきついっていう女ですらお前のことをいやありえんやろバカじゃねシュってどっちスッて消されてんねんお前も悲しいがな街わぶって異性側しか見れないから客観的に自分がどう比較されてるかなんて分からないんだよねあのねだからのの女の子って男でも登録してん まあその男の人は多分そんなんせんと思うんやけど女の子はあの女でも登録してるけど男でも登録して中とか見てんのよ。で私もそれでなんか友達がこの前あの初めてマッチングアプリ使ったんやけどって言って、まあ、徳島の地元の友達がな初めてマッチングアプリ使ったんやけどっつってで私まあ男でも登録しててっつってで男で登録して女どんなんおるか見てたのねっつったら。 やっぱ大概業者なんやけど小学校の時の同級生がおってさーみたいなで私も同じ小学校やったから「えなんかちょっとカナも見てくれへんこれ覚えとるピー,ピーちゃんよな」って言われて見たら「あ顔全く変わってない」みたいな同級生が女の子がマッチングアプリでこうやって写っとって何ていうか <laughs> なんか商業無情な感じしたねそれでお前らがブスって侮ってる女にすら相手にされへんからなお前らはな悲しいカナ そそもそもやっぱりマッチングアプリをする層っていうんで男の人の方がまあ増えるよなっていうんとマッチングアプリする女も正直言ってな遊びたいだけの女って結構多いのまあ男もそうなんだけど女も遊びたいだけっていうのが多いのよこれ大事もう遊びたいだけの女っていうのはまあ好みの男でなんか遊びまあ遊び慣れてそうなっていうかまあまあそのモテそうな男にやっぱ行くやんで遊びたい女は全部そのモテ系男に行く でモテ系男は別に1日交代でその女抱いていけばいいからまあだからあぶれた弱弾とかが <laughs> 列を出して <laughs> でその多分ガチで出会いたいけど出会いがない系のブスと会うかなどうしようかなみたいなしようんやけど結局お互いがお互いのことを無理ってなって会ってないから <laughs> 誰も出会えない強者遊びたい強者だけがマッチングするマッチングやっぱりそうだねカップルとかウィズとかは結構いい Tinder はほんまにやりまくって。 らしいで私はタップルやってたんやけど真面目な人っぽいのが多かった確かにねいやいやコスパいい気がするってだってそこそこモテる男やってみそこそこモテる男やったら女からもレスポンスくるからただまんできるやんであのね遊びたいだけって言っても例えばじゃあ風俗で金払ってやるんとそこら辺の女がただまんさせてくれるんやったらどっちの方があなた価値感じるあんたたただまんできるっていうことで男は俺まだ全然男としていけるっていう自信をつけていくのただまん っていうのが大事なの少々ブスでも。金払うんとは全然違うから。で、そことこ持ってるやつに替え玉しゃってやり取りしてもらえば、実施しただまあ、できねえよ会ったところでお前が来たら女帰るやろ遠巻きに見て、写真と全然違うって言って帰られるで。どんな服着てますかって言って、今赤い帽子かぶってますがって、ブスやんけっつって黙って帰られてブロックされるだけよ。病気もらう確率高くな、ね、いって言うんだったら別にゴムせえや、お前生でしようとすんな。ゴムしとって病気もらうんはさすがにすごいわ。ただまんと言いつ,つ、つデートダイヤラホテルダイヤーで。 えー、総額は風俗の方が安いいやそれをさ家に連れ込んでやれ別にホテル家って言わんけんもしかして <laughs> 実家暮らしの方です実家暮らしの方ですじゃあほんまに慣れてる金使いたくないただまんしたい男っていうのはちょちょっとおしゃれな感じのあの一人暮らしの家に連れ込むねんほんで家飲みしようとか言いながら安くあげたらええねんほんでノリでやって朝方になったらもう帰って仕事やけんっつって帰らせたらええんよ実家は呼ばれへんな <laughs> ごめんごめん小同時だったか だったらじゃあホテル代かかるけん。じゃ、実質風俗の方がコスパいいもんとか言いながら、ただまんでけへん自分を言い訳で慰めつつ風俗行ってください。お前らにただまんはできない。金より承認ができそう。承認欲求を満たせるのがやっぱり俺はまだまだただまんできる男という事実。そうあ、帰ってママのご飯食べるんかそらしゃないな、かごハンター。ママのご飯美味しいしな。女くどくのが楽しいそう。まあ、女くどく、くどける自分が 何やっぱりその承認欲求というか満たされるやん女口説いてただでやれる自分やっぱり男としていけてるみたいなそういう気持ちが欲しくてやってるんだと私は思ってるけど違うえー、っとマッチングアプリやってて思ったけど大卒全くいないなってとなると大卒みたいなしっかりと人生設計してる方はマッチングアプリとかいうしょうもないところで探さないんじゃないですか相手セフレ見つけるよりも彼女できた方が承認欲求満たされない方がいいかうーんとねなんかそこって 承認求また彼女ができるっていうのはまあまあそのある程度その世の中に認められてる俺にも付き合う人ができるっていう安心感が強いでセフレを見つけるっていうのは女がセフレ見つけるのは簡単やけど男がセフレ見つけるってさ難しいのかなり分かるやろまあ、お前らみんなさセフレとかだってできたことないやんだってモテないからできて彼女でセフレしかも男側が作るセフレっていうのは男側が相当 こう上に立ってないいと厳しいのだからセフレは男としての自信彼女は自分ととしてての安心だと思ってます彼女できたらけど恋に恋してただから恋に恋してたっていうまあかわいい言い方もあるんですけど実際はその彼女がおるというステータスが欲しくて確かにあんまり好きでもない女を彼女にしてるってことってまああるやん。彼女おるって言いたいがためにようからん女を一応彼女にしとく。だと思うんよな。 で、男側がセフレ作るのはまあ、もうむずいから、正直。男でセフレ作れてるやつっていうのは相当管理能力が高くてまあまあモテるんだろうなっていう感想にはなるわかるやろ田ヌなふ風自然なホテルの支え方と卓みの支え方教えてにだそうだなまずね 自然なホテルの誘い方と宅飲みの誘い方って言うんやけどあのなほんまに自然にしたいんやったら女からサインが出るまで待った方がいいねんだからほんまにホテル行ってもいいなって思った女は終電逃すからの逃させろとりあえずはそっからじゃでそこであの女ちょっといいかもって思ってても男の方がえもう終電だけどいいじゃんいいじゃんもうみたいな感じで止めるとそこで泣いたりする女が自分で逃すまでほっとくねん俺は最初から下心もいいんやけど今度飲みに行こうって言うで。 あもこっちの方が好きかもしょう…えー、なんかもう「賞味めっちゃタイプで」みたいな言ってくれる方がいい私はね「正直やりたいっす今度飲み行かんすか」とか言われて私それ結構好きかも確かにあいいかもそれえめっちゃいいかもそれあそうだねもう遅いから帰ろっかって言ってもう引き止める感じじゃなくて返す感じでいくねんほんで女が降りそうだったっていう降り,降りたいみたいな反応を見せた時に初めて押せ え先にパコが決まってる方が酒も飯もうまいな。まあ決まってるかどうか分からん。だからいやガチやりたいっす。飲み行かんすかって言われてまあほうやなお前がめっちゃおもろい感じで私を楽しませることができたらその先にパコはあるかもよぐらいの感じでいけると確かに楽しいわ私も。まあでもそれは私はすげえ OK やけど普通の女の子は嫌がる子もおるかもしれん。やっぱ下心ありかよって言ってくる女もまあおる。っていうかまあ。 ほぼほぼ男は下心あるんやけどやっぱ女の子って乙女やからさその下心なしで誘ってほしいみたいなキッズキッズだわもう下心とかなしの男の人がいいみたいな夢見てるバカがまあまだよ気けおんねん女は20後半ぐらいだったらおるでもそいつらのためにあなたたちがやっぱ枕言葉を考えてあげないといけないのね私くらいに私くらいのそう30超えてきたらもう大丈夫やからもう下心ありますけど行きませんかで お互い楽しめるただってお前らが好きな若くピチピチな女の子はまだ夢見てんねんだから枕言葉をつけろもう諦めてます男は猿しかおらんだからそうだよでも猿の中でも猿の中で選ぶにしても理性を持った猿やっておるし頭のいい猿もおる道具が道具使うのがうまい猿もおりゃ餌取るのがうまい猿もおる猿の中でもできるだけよりすぐった猿を選ぶえたぬかな20概念概念としての 30? 30の概念。<laughs> 概念です。そう、それそれせ、あのね、誘ってきたからって言わせられる言い訳を用意してあげる。女はやっぱり若い子とか特にやけど自分から行けないからね。だから行きたいけど行けない、その女の子の気持ちを組みつつ、言い訳をさせてあげられつつ、パコに持ち込める男がやっぱやれてるし持ってるね。歳を取りすぎて枯れたチンパンジーもいます。だから、そういうその夢見てる女の子はまだ枯れ線まで行けんの。 だから若くて健康的だけど下心がないイケメンを夢見てるからさ求めてんのよストレートにお酒の場でやらせてくれって誘うトがそこそこいっとったらそれでも全然いけると思うまあノリも見ろよちゃんと、まあ、1割も今いそ,、うん、そうなうんそうまあ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 、まあ、いないねはいえー、田中さんの収入源はもうツイッチ1本でやらせていただいておりますはい皆様のお布施サブスクそして広告で私の生活成り立っておりますので、えー、ぜひ皆さんですねあの投げ銭の方をスッスッとね あの安全祈願交通事故祈願ということで薬を私が全て吸い取りますそうやっぱここまで炎上した女なんで少々の薬でやったら私が払えると思うんですよ音量が強すぎて雑魚の音量が寄ってこれないみたいなそんな感じではい安全祈願でぜひ100円投げていってください、はいえー、田中さんは30過ぎても自分はモテれると思いますがえす <laughs> もう過ぎて <laughs> あれえいやあはいあの女の価値は別にそう若さ若さやっぱりでかいとは思う けど、例えば私は、遠く売りしてるのね、基本。だからまあ、確かに、その穴持てっていう意味では、需要は減っていくと思うよ。けど、やっぱりその、なに、喋っ,ってて楽しいから、もっと一緒に降りたいみたいな感じで、まあ、ある程度、その、持てるっていうことはできるんじゃないかなと思ってます。オラクルさん、いつもありがとうございます。え、え、えもんが流れ、えもんが流れ込んでいるだとやるかおい、やるか、おいもん。ススえー、魅力感じたら、都市なんて気に、まあ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 、そういう人もおる。 喋上手い人仮に顔あれでも思ってる私のことをもしかして言っておられるわけじゃないですよね仮にですよね仮にえタヌカの顔微妙やけど面白いから好きって言ってくれてるってことですかもしかして大丈夫ですかタートルネックじゃないあだからそうあ今日一応そのあれあのちょっとサービス用に下は若干相手はいるんですけどサービス用にでもちょっと出すところないんで今日はやめときますワンモア しゃーないマトゥーンさんからもお金をいただきましたので、ごンもア、父出させていただきます。すっ。喋る父と思ってサブスクしてる。スクショ、スクショした2回目。よかったよかった。いいよ、全然。ビラビラは、きつさに関係ないですよ。お前、おマンコエアプ。<laughs> ちょ、カサスさ、マンコエアプ勢来た。 <laughs> マンコへやうやこいつビラビラは着るん大して高くないらしいなカサスはマンコへ酔うんうん <laughs> たまにビラビラクソでけえ女いるけどあれかなりきつい4畳半のビラビラの名を持つタヌカナですけど大丈夫ですか皆さんもアンチもファンもホビットもすべてをその4畳半のビラビラで包み込むよ何歳ですか歳歳ですに27歳ですす ビビララでで空をきます今は好きだけどビラビラ次第でアンチになる四畳半じゃやっぱり好きになれない ?VIP に今度ビラビラの測り売りやろうと思ってるけど何グラム欲しいビラビラをこうビラビラさせて飛べます泳げます下ビラメみたいな感じで泳げます1畳はちょっと多いなグラムでいいグラムで言うて探せば青少期をビラビラで飛んでるいるんかな分からんけど戦時と飲めば炎上します何らかで炎上します 自分のこととを世間から見て可愛いと思い思ますかまず世間から見ての話をしようかまずねこの世でブスって言われる女ってどれくらいだと思う点数で言うと答えはね0点から100点まで全てブスって言われるのよこの世の中は自分の好みじゃない女をブスっていうやつがいるようにこの世の中ってのは0から100まで絶対ブスって言われるの、まあ、100点が、まあ、芸能人とかそれくらいのクラスの人となるやんかでめっちゃ綺麗だったとしてもそれはそれで厄っだやつらが 整形ブスみたいなブスという言葉を使ったりすするんですよねで可愛いとかブスとかって本当にその人の主観でしかなくて自分がどうかって言われるとまあそのブスって言われる数の方がまあ圧倒的に多いじゃないですか私は。けどこの前もちょっと話したんですけどブスって言われるめちゃくちゃ一番言われる層の女ってどこかみたいな話をしましたよね。んんまののガチモンのブブススはあんまりブスって言われないでですよで 一番言われるのはあの「こいつ自分のこと可愛いと思っとうやろ」っていうくらいの大して可愛くないけどブスではないっていう女これが一番ブスって言われるんですよねだから私は大して可愛くないけどブスって言ったらブスが起こるかなぐらいのブスなんで一番ブスって言われてるんですよねこういろんな層からで自分のこと可愛いって思ってそうっていうところで叩きやすい層それでブスってめっちゃ言われるんですよだから私は 言うたら普通なんんすよほんまに別にまあブスでもないし、まあ、かといってめ、まあ、美人か可愛いかって言われたらまあどうだろうぐらいの普通なんですよでだから一番ブスって言われるし謎,謎にヘイトを集めてしまうでもなんでかって私が自分のこと可愛いと思ってそうだから「質問ヘイトありがとうございます」タルカさん自信持ってうるせえよてめえ <laughs> な悲しいよなそうだからそれで一番ブスって言われてしまうタイプですね風呂入ってないすっぴんボサボサのたらブスだよ だって風呂入ってなくてすっぴんボサボサの女でさ可愛いやつって逆におるえ自分のこと何点ですかはいえっ、ー、と徳島の時にいた、えー、彼氏に言われたのは62点かなでしたでも私は62点でいいと思ってますそしてそれは正しいと思ってますナンパしてやれたら自慢できるからいそうそうだからそのブスじゃないまあは普通かなぐらいの女とナンパしてさやれたら、ま、ただまんできたらさ、まあ嬉しいやんそれぐらいの女だよ私は。 えー、バロ女ってなんでブスしかいないのゲームやっててそのゲームでコミュニケーション取ってる女っていうのはブスしかいないっていうのはやっぱ現実でブスだとチヤホヤされないじゃないですかまあだってブスだからけどバロラントとかそのボイスチャットでやり取りするやつだと声が女ってだけでめっちゃチヤホヤされるじゃないですか賞味ねだからやっちゃうんですよだって現実でチヤホヤされないからゲームでチヤホヤされたいからバロラントやってるんですよユノシは グラビアやっててバロとかもやってるっていう話やん。入ってくるとこがまず違うやん。で、ブスはブスやっててバロランと入ってくんねん。グラビアやっててバロ入ってくるんとブスやっててバロランと入ってくるのは、まずその志望動機が違う。で、本田翼も、あれやん。芸能界で可愛いをやってて、そこから、お前らその芸オタにちょっとおもねってくれて、お前らにちょっと配慮してくれて、やってくれてるだけやん。だって、現実でチヤホヤされへんから、 んでおたさんの姫かってブスで普通のとこでモテられへんからゲーセンとかいうそういう閉鎖空間に行ってあの何マンコですっていうアピールをして男を釣ってるってだけやじゃ <laughs> エーペックスなエーペックってまた別やからなんだっけ太平洋なんちゃらみたいな <laughs> エーペックじゃねえよでバロとかエーペックスは、えー、と野良でボイチャができるじゃないですかで野良のボイチャで そう喋って。で、やっぱり女の子からすると、そのエイペックスとかでさ、自分は負けたけど男が敵バババって倒して、蘇生とか入れてくれたらさ、やっぱこキュンとしちゃうもんなんですよ。で、キュンとしやすい女、そして女の声っていうだけで頑張れちゃう男がマッチングしやすい、マッチングアプリですね、あれも。それか、後藤真希は野良で出会った男と結婚したのは、そうじゃん。だから後藤真希やってやっぱり、 メスだからそうやってあの自分のために敵を倒してくれてで自分にいいアイテムくれてとかするとやっぱキュンときちゃうんですよそれはねもう環太平洋平和機構 APEC 健全やな言うてそこで仲良くなった男女がオフ会を得てけどそのゲームでよくやってくれてたりとかほんでそのゲームで話してた分やっぱ話も弾みやすかったりとかするからさ、まあ、リアルでやっても結構うまくいくみたいなパターンかなえっ たぬかタヌカの声が可愛いから加点されるってさほんまに言うてる <laughs> 私さあのゆったちゃんっていうあの FPS うまい女の子おんねんけどその子と一緒にエイペックスやってたの。エイペックスって、ま、3人でやるからゆったちゃん私あと1人のノラがまゆったハーレムやんかで私その配信でさ「シハーレムエイペックス行きます」とか言ってや,ってやってたの。ゆったちゃんもま言うて声あんま可愛くないの。私もあ,あんま声可愛くないやん。ほんでオクタンが入ってきた野ノラの。 ほんで、その女良の奥さんに、おいおい、こっちは女子大生2人やぞとか言って、嘘なんやけど <laughs>、バリバリ嘘なんやけど、うん、ピチピチの女子大生でーすウえーとか言って、おテンション上がってきたこれがハーレムエーペックスうんとか言いながら、エーペックスやってたんよ。奥さんさ、その私と言ったのを声をしばらく聞いてたらさ、普通にさ、切断して落ち上がってさ <laughs>、あの、なんか声がブスすぎて落ちられたっていう過去もありますよ。それでもあなた可愛いって言うんですか 愛してくれるんですか私のことしかも女子大生っていう設定まで作ったのに普通に切断されたしかも一言も喋らんとよなんかもう一言くらいあってもよかったかなと思ったあかんかでもゆったちゃんにさすがに女子大生の声と喋りではないって言われたけどそれがあかんかったんかなでもバロラントは結構そのこう結構たまにガ,ガチでまれにやけど野良で盛り上げてみんなで仲良くなったりすることあるなんかバロラントで私が、えー、やってた時に野良でえ知らん野良の女の子と 知らん野良の男と、え、あたしと、知らん野良の男と、一人知り合いの男の子でやってたんよ。そのまま知り合いの男の子も、バロラントで会うた高校生くらいの子だったんやけど、その高校生くらいの子と、え、なんか、行きましょうよ、みたいな言われて、コンペ行っとって。で、あたしがキル、切る、切るトップだったの、そのとき。で、切るトップですげえ勝ちそうな雰囲気やったから、あたしもうふざけてしゃべりだして、ほんで、 おら一番キル取ってんねけんてめえらおらここ並べとか言ってで、みんな並ばして <laughs> 始まった時にみんなここに並ばして「おい全員しゃがめほらほらおじぎしろおじぎ!」とか言ってみんなしゃがませて全員におじぎさせて「おい全員かわいいな大太郎かな」とか言って,言ってめちゃくちゃふざけてたりもするでもみんなそのすごい何好きになってくれて <laughs> フレンド送ってくれて <laughs> 一緒になんかバランとしたりしたんやけど女の子があの配信者さんとかですよねみたいな感じでえっ 配信とかしてないっつったら「えっ配信とかしてないのにあ,あのテンションなんですか?」って言われてちょっとびっくりされたね「お辞儀しろ全員!」とか言って <laughs> お辞儀させてた <laughs> でもその中でなんか一人おった子レイナレイナの男がレイナの男がその喋らんとチャット打ってきてたのでずっとハテナって打ててたから「おいレイナやめろ!」ってお前好きになるも分かるけど後でフレンド送ってくるんやめろよもう私そういうええからほんまにモテて困るからほんまにとか言ったら最後レイナが喋りだして 後でフレンドしますっって言ったんよほんで「いやーレれナーからフレンド来てまうな」とか言ったら「こんかったんよ」もてあそばれてるさすがにいやでも「恋バレしないんだ」っつってもそのバロなんてやってたのが私のその配信その復活してない禁親期間中にやってたのその禁親期間中マジで一生バロやってたからその時にやってたから別に恋バレとかもなかった誰も私のこと知らんしなでまだその喋ってなかったからバレてなかった配信復活してなかったからねフレンドこんかった そう、謹慎期間中はずっとバランってやっててで野良にお辞儀させたりとかして楽しんでたよで、まあ <laughs> 禁止してる内容ではない謹慎中バラやった時は会えたんその時田なって名前でやってたからな途中で気づいて書いたけど2ヶ月くらい田なって名前でやっててでなんか野良に1 7 0どうこうみたいな野良と大うてあこれ多分変いた方がいいなと思って変いた あ、そん時まだボイチェンもしてないかなあのー、やりだして半年くらい経って、その女ってだけでだるがらみされるから、ボイチェン使い出した。たぬかな本物です。本物の姿。え、じゃあちょっとみんな、今の、じゃあちょっと私の、あの、ちょっと痩せたボディ、ちょっともう一回見せるわ。足も細くなったんやけどさ、どうなんか、ちょっと強そうやけど、まあまあでも、いいやろ。ちょっと強そうやけど、事故ったら、ちょっと乳首が、 出るからあこれ腹のしわっていうんはこれ座っとったけんちょっと線が入っとうけどもうちょっと筋肉つけようと思っとってで今筋トレをしてるで今は筋トレと食事制限つらいつらいよでダイエット中は、えー、と基本プロテインですねなんかあの砂糖なしのアーモンドミルクとプロテインをお腹すいたら飲んでて えー、炭水化物、タンパク質を同時に取った方がいいですよ。炭水化物は1日1回にはしてるけど、一緒に取った方がいいん一緒の方がいいのか。えっ、ー、とね、腹筋は、この普通の腹筋じゃなくて、なんか足をこう上げ下げするやつをやってます。女さんのやる軟弱トレーニングやめろ、ガチで。いやいや、だからなん、軟弱トレーニングでいいんだよ、私は。太くなりたくねえんだよ。結構ね、筋肉がつきやすいっぽいのね、腕、肩あたりが。 私、そのパーソナル行ってた時結構ムキッとしちゃったから、私、もっとこう弱そうな女でいいの。フィジカルは最弱でいいの。もう、ヘロ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 の、真っ白で、ちょっと乳があって、くびれがあって、もうケツはなくてもいいや、最悪ぐらい。ひょろひょろになりたいんだよ。え、ほえうまいよな。え、ちょっと、いい、私の今飲んでるやつ。これな。リッチショコラ味。うまい。<laughs> 一番うまい。<laughs> 高いけど、一番うまい。 うまいこれが一番うまいあの一回買ってみてほしいこれが一番うまいアーモンド効果砂糖不使用砂糖を使用しとったらガチで普通に美味しい飲み物になってまうでも砂糖不使用でもまあうまいくらいにはいけるいやコスパはよくないけど味がうまいいや朝飯めんどくさいしこれでいいかなえープロテインは筋トレせずに飲んだら太るだけになっちゃういやそんなこともなくて肌が綺麗になったりするらしいその適量とると なんかね、やっぱ現代人はタンパク質とる量が少ないんやってだから足りないタンパク質を補うみたいな意味で大量に取らんだったら全然太るだけになりません大丈夫ですなんかなんか女の人ほど取った方がいいって言ってたよなんか肉とかやっぱ食わんからてか3か月でやめるってもうか今月でやめるよ私はこんな苛烈なダイエットはとりあえず今月末までやるだけやからプロテインは別に太らんのよな うまっ脳にくる甘さうんザバスは美味しすぎるんよなで私一回その他のやつ行ったことあるんやけどま,そのまあ別にメーカー名は出さんけど他のメーカーも飲んだことあるんやけどザバスがうますぎてもう高くても戻れんくなってしまったあせっかく飲むんやけんちょっとでもうまい方がいいなと思って。 筋トレもしてるけど、多分脂肪も筋肉量も両方減ってると思うね。身長が低い。あ、違う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 。今は、151センチ42.8キロ。42.8キロ。一番太っ,った時で50キロ。で、今回ダイエット始めたのは45キロくらいからですね。女目線で言うと、まず、一般的に皆さんも想像してる 世の中の可愛い子。で、まあ普通、細いなって思う子って言ったら、だいたいその身長低く110の体重だと思ってください。つまり、私だと41キロで、その、まあ皆さんが普段、綺麗な、可愛いなって思ってる子の体重になります。そうそう、身長低いからね。だから、まあ私の身長だと41キロまでいって、やっと服とかが綺麗に見える、細さ。ほんで、でもそれでも女優さんとかモデルさんとかは、 160センチあって42、3キロだったりするからって考えると一般女性では確かにもう私ってかなり細い方なんやけど芸能基準で考えるとまだまだデブやねって感じ。ひょろがりが、まあ、ウケる世の中やん正直な。まあその抱くんだったらみんなデブでもいいかもしれんけど連れて歩くんだったら細い綺麗な女がいいってみんな言うけんな。だから女の方も痩せてもうとうけんえ。普通よりやや痩せぐらいがいい。まあ それで読んだっ私はまあ普通よりは痩せてるないやいや痩せぐらいですけど撮影あるとかなると身長引く100いや115かな身長引く115くらいまでは行く人が多いみたいああ拒食症とかもやっぱそのなりやすいようなそういう会話おるとでさあの友達でその芸能界の子をおってさそのグラビアとかやったりする子ででまあその子はさだから痩せなあかんから エグい食事制限をずっとやってたのね一、まあ、日なんか飴玉1個とかだったりしたらしいねご飯が一日ヨーグルト1個みたいなでそういう食事制限を、まあ、長年してたんだってで長年しててで最近だって普通にあんまりそ,のそういうの出ることもなくなったから普通にご飯食べてたん、ね、だって普通にご飯食べてるだけで脂肪肝になったらしいねんだからもうそういう仕事してる女の子って食事制限に体がなげされすぎてさちょっと食べただけで脂肪肝になっちゃうんだってさ かわいそうなほら広がりとやった時は仲間ですかすかやったそうやろ私も前言ったやん実は細い女は、ま、んこゆるゆるやからっていう話そうやねんすかすかやねんそうかなり太りやすい体になっちゃうんやってだから芸能界の細い女の子とかみんな好きなんわかるよグラビアの細いのにおっぱいあ歩くわーみたいなんとかわかるんやけどけどもうそういう子たちはマジでえぐい食事制限してないとあんな体ならんし い食事制限した上で普通に飯食うだけで脂肪感になってまうんぞやめた後もかわいそうにな浜辺美波もやってみたらスカスカよスカスカよやってみたらスカスカ。でもそうそこまでして痩せたいのっていうのはやっぱりねブスとおんなしくらいデブもきつい言葉なん女からするとなしかも私とか人生で多分何そまあ、50キロ太っとった時でさえ別に普通なんやなけど やっぱ見る人が見たら、写真とかで見たら、やっぱりそのデブって言われるやん。やっぱね、デブっていう言葉もね、えぐるいんよな。ちなみにその、ちょいぽちゃが好きっていうお前らのちょいぽちゃも細いから、十分。お前らが言うちょいぽちゃ全然細いからな、言っとくけど。グッモーニングミスターのかな、グッモーニング。Hey, I'm Summon Pink. でも、筋トレするもやっぱ女ってさ、筋肉つきにくいねん。それで、 男ほどな、やってすぐ体に出てこんから、モチベが上がらんのよ。超頑張ってもなんかちょっとしかつかん。でも、その食事制限で脂肪を落とそうとしたら割と落ちるからさ。だから筋トレよりも、その脂肪を落とそうにいってしまいがちやね。まあ筋トレする女はメンタル安定してるから、それはそうかもね。でも、筋トレできる女っていうのは結構やっぱ心強いというか、まあ、継続性がある、ストイックな女だよな。まあそういう性格もいいんじゃない割に。 150センチとかで50キロくらいがちょうどいいって言うけど私その時正直結構パッツンパッツンやったで。よろくても陸上とか運動やってることは締まりいいです。まあその筋肉がついてるってことやろでもその筋肉もなく食事制限で痩せたカリカリの女の子とかはほんまになんか何はめてもなんか袋に入れとるような圧がないで。なんか私チンコ生えとるみたいな言い方するけど多分そんな感じ。110センチなら45.6キロが美容体重。美容体重とは言うやん。 やけど、よう考えて。あたしがじゃあグラビアするってなってみその美容体重でボーンって出ていけるかって無理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 。無理です。せめて42、2、いや41までお父さんとな。なんで知ってるのいやまあ想像ですけどそんな感じじゃないですか吸ってるタバコの銘柄教えてください。吸ってないわ。<laughs> おんはマイセ吸ってた。マイセの8。今メビウスかな。うん、そうだね。美の追求というかそうだね。脅迫観念か。もう、だって。 痩せななんんらあかんみたいな風潮やん今でどこもおかしくもダイエット情報であふれててダイエットの薬がいっぱい出ててダイエットの注射何食欲を抑える薬で脂肪吸引みたいなさ痩せとることが正義の,世の中やけんでだからたまにそのソフマップでムチムチの子とかが、まあ、出たり流行ったりもするけどでもそれもやっぱりさ、まあ、その心ない層から豚とか言われたりするわけやんやっぱり痩せとんが正義なんだよな一応。 芸能は50キロ超えたらデブって言われるよね。まあ165センチあっても40キロ台が普通らしいからな。海外はパンパンのクソデブみたいな。女もまあまあモテるからさってかなんかね。黒人界隈ではケツがでかい女がモテるらしい。ガチで顔とか関係ないっつってた。あのー、私のそのプロゲーマー友達で英語ペラペラのハワイで住んでた。ジェイ君がおるんやけど、ジェイ君が。 海外行ったら顔とか全然関係ないんですよねケツがでかい女がモテてましたねって言ってケツケツほんまにケツらしいだからケツらしいよほんまにだから顔ブスやけどケツでかいんだったら海外行ったら幸せになれるよだからあいつらケツにシリコンとかケツにヒアルロン酸とかパンパンに行くらしいでただ整形したくない理由を教えてくれちゃう別に整形したくないわけじゃなくて成功するんだったらしたいの私もななんならもうこのなんだっけこうだるま落としみたいにここらへんのさ 骨をこうスパーンって取ってカチャーンっていくやつとかやりたいんやけど整形はやっぱり失敗する可能性があるものが多いの後遺症だったりとかなん傷跡が残ったりとか思うようにならんかったりっていうものがやっぱり多いの数パーセントでもね私は失敗したくないのだからあの絶対失敗せえへんもし失敗しても治せるようなヒアルロン酸だけやってんのヒアルロン酸とかボトックスはボトックスは言うて3ヶ月でなくなるのヒアルロン酸は まあいまあ長きりゃ1年くらいかは、まあ、持つけどまあそれくらいでなくなるし溶かす液みたいなのピッて入れたらその日にギューって溶けてくれるんやだから戻せるものしかやらないって感じちなみにメスは入れたことないです正直あの顔にメスは入れたことないですこれ本当ですただ注射はやりましたそのヒアルロン酸注射とかボトックス注射っていうのはやりましたね骨を切る系はやっぱり年いってからなんかいろいろ出るっていうの聞いたりとかするからやりたくないなとは思う でも埋没くらいやったら全然いいと思う。埋没っていうのは、その二重のその幅を糸で止めるやつなんやけど、まあまあ、その糸ってはやっぱり取れるし、ただ安いとこでやるんはあんま良くないかな。なんかその糸が出てきたみたいなの聞くから、ちゃんとしたとこでやるんだったらいいと思うよ。骨炎上進めてたやんて、ネタやん、別に。まあ、ちなみにまあ、その私が失敗するほう嫌やけど、別にお前らが失敗して足切ろうが、別にどうでもいええから好きにしたらええと思うけど、私は失敗したくない。 そうやね埋没みたいなのも気に入らんかったら糸ピッて取ったら取れるからでも石灰で2人にするのはあんまりおすすめせんかな田中さんはすでに発言で失敗してるんだからスナック感覚で設計すればいいのにじゃあ発言で失敗したから整形は失敗したくないじゃんだから失敗しないその何お直し程度のやつとかだったらいっぱいしたいと思うよいいだけどいい感じにできた人はもちろんいいでも石灰しちゃうともう戻せないからそれを分かってやった方がいい私は その二重は自前やから良かったと思う。脂肪吸引とか大けが手術くらいのことだからやめた方がいい。うーん。そう、脂肪吸引は、あのね、私一回脂肪吸引しようとして、カウンセリング行ったの。湘南、湘南美容外科に行ったの。で、まあ脂肪吸引っつっても、大してま私太くないやん。で、でも二の腕をちょっとやってみたかったから、あのー、見積もりしに行ったのよ。そしたら、デブのお肉って取りやすいんやけど、私くらいの、そのー、 大ししてて太ってないいいやつのの肉が取りにくいらしいの私くらいのが一番肉取りにくいらしいねん。で、私みたいな肉を取るんだったら、もう、ここら辺がさ、なんていうの、筋繊維かなとかなんかで、硬いんだって。だから、脂肪って液体みたいに思われとるかもしれんけど、なんかその、ほんまに、硬い繊維と、ぐちゃぐちゃになっとるらしいねん。私がこれを取るんだったら、一回その、中身をこう、ぐちゃぐちゃにバラバラにして、繊維とかをちぎりにちぎりまくって、 吸いとるのだからそうもうこらん内出血でもうぐちゃぐちゃになんのってするからそれはまあ大怪がみたいなもんよなお腹とかもそうよだからもう何こんな棒みたいなんてもうぐちゃぐちゃにすんの中のその繊維とかをめちゃくちゃにして汁状にしてから吸い取るからだからちょっとこ怖いよな <laughs> でそれ治るまでやっぱり1ヶ月以上とかかかるらしいほんで私それ聞いてちょっと怖くなってやめたんよしかもなんか肩と二の腕 の見積もりで、で、取ってもらって、あなた方こけてるからここに脂肪を入れましょうとか言われて、全部やって50何万くらいだった。脂肪を、なんか自分から取った脂肪をこう入れると、定着してくれるんやって半分くらい。だからなんか一生ものですよとか言われて。けど、ちょっと取るに痛そうすぎてやめたそう。振動する棒を入れますね。はい。でも、オラクルが持ったような、太い棒じゃないよ。細い棒な。うん、だから、だから痛いんやって。 それ聞いたらちょっと、私、言うて二の腕もさ、まあ、そんな、全然太くはないねん。まあ、その、ほら、何、モデルさんとかに比べたら、あれやけど、まあ、普通の二の腕よ。けど、これこれなくて、こう、わかるこういう二の腕に憧れてたの。これにしたいですっつって。そしたら、痛いですよって言うんで、じゃあ、ええかってなった。え、私、頬こけてるから、ほっぺたに脂肪を入れた方がいいですねって確かに言われたわ。 手を振った時にプルプルするぐらいの二度腕がちょうどいいねけど女としてはやっぱりそのカリカリのなんかもう韓国の韓国人モデルみたいな方とか腕に憧れちゃうんだよ高身長だけど100キロあるから割増対象外にしてくれあかんあかんよだって高身長でデブはさ痩せたらさただの高身長になるやんそんな自らハンデを負ってるようなやつになんで割引せなあかんのちびに謝れよデブは多くがよ多くも割増です <laughs> 結局高身長に押さえつけられるホビみたいちょっと見たい <laughs> なんかちっちゃいナイフとか持って押さえられつけてうわーってなってるホビット見たい高身長では多くだよ多く高身長はいや,いやでもさ高身長で鈍くてもいいじゃんフィジカル強いからチビなんて素早くたってさフィジカル弱いんやけんさいざぶつかり合った時にチビなんて絶対勝たれへんからな格闘技でも階級がちゃんと分けられとるんやけんでかさは強さなの おもちゃのナイフ持っててそのやつやりましょうか <laughs> 小芝居格闘技の階級はよくできてるちゃんとチビでも勝てるだからチビはチビ同士で戦って決めたらいいねん体のおっきいオークにわざわざ挑まんだってチビの中の王であればいいやろ朝からいいやしやるけどい,いえい,いえピッ誰やねんっておい誰やねんじゃあこれこれちゃんと取ってもらったやつやしえカゴも入ってないもんカゴも入ってないもん いやポ、ポーズはなんかこのグラビアっぽいポーズやろうが。わからんのかお前ら何。奇跡の一枚って何やねん。だいたい一緒やろ、だいたい。多分、その、顔認証アプリでも OK は出る。い汚いおにぎり握ります。俺さんの特典はなんか、何やったかなえっ、ー、と、なんか、また詳しくは出ると思うけど、なんか私もあんまりわかってない。しか、アイドル感すごい。まあそんな似たようなもんやろ。あの、店自体が昼からなんやって。なんか遠隔注文っていうのが、 なんか配信かなんかも多分横でやっててそれで配信見ながらシャンパンとかも買えるやつだったと思うでね指マドラーありますあれなんかねお店にガチャが置いてあんのでガチャで確か指マドラーが2頭とかだったと思う2頭で指マドラーするとかだった <laughs> いやでもおにぎりはさ最初オリシャンの特典をおにぎりつちよったんやなほんで <laughs> ちょそれでおにぎりちょっとあれじゃないですかって言ってでもなんかお店のメニューにおにぎりがあるから いやとりあえず、田中さんが作ったおにぎり食べたい人もいると思うんで、売りましょうって言って、これになった。別に、その、あんまり売れるとは思ってないから。手垢まみれのおにぎりに、あの、指マドラーです。あでも、他もなんかいろいろあるから、なんかね、ガチャが結構メインっぽくて、なんだろう、うガチャ引いて、2頭が指マドラーだった気がするんやけど、あとなんか、チェキか。何頭でチェキとかもあったと思う。一緒に写真撮るみたいな。 私が一応目の前でこうキュッてやるらしいよ。50分やけん一人一人と喋るんってやっぱむずいらしい。だからいつもの配信みたいな感じで私一人でメインで喋ってこうたまに <laughs> 視聴者というか来てくれた人をいじるみたいな感じにはなりそうやからなんか一人一人とじっくりお話しできるっていう感じのではないっぽい。なんかまあその配信の延長線上やな。なんか配信そうリアル配信やるんでくらいの気持ちで来てくれたらいいかも。けど言ったけどなんかなんか基本その視聴者同士というか。 なんか席による人同士でみんな仲良くなったりするからなんかそこはあんまり問題じゃないよって言ったのらどうせばまあリアルで来てもさやっぱそのずーっと一人で喋れる男の人もまあおらんやろうしな私方はメイン喋るからみんな聞いてもらうみたいな、まあ、トークショーに近いんじゃない感じで言うとまあホビット同士で仲良くなったりとかでまあ女の子も結構来るっぽいから女の子どうしようかな女の子で固めた方がいいのかそれともホビットたちの中にちょっと放ってあげた方がいいのか どうも女の子横におったら緊張する別にいける女の子固めるか。女の子女の子で固めようか。いけるいける放ってあげるあ放ってほしいってごめん。ちょっと女の子は放ってほしいらしいから。女の子とかあ女目線では固めてほしいって。女の子がかわいそうやな。<laughs> 一緒にしないでください。<laughs> やっぱ気持ち悪いけん言いやって。やっぱ弱弾の横には座りたらないらしいけん。ごめんな。じゃあ女の子は女の子で固めるわ。 ごめんな女の子弱弾がこんなにも弱弾がこんなにも気持ち悪い <laughs> 気持ち悪い助かりますあ助かってる助かってるで、ね、女の子じゃ女の子で固めようかホビットの中に高身長まるとか危険行為だけはやめてほしいいやでもここに来とる時点で高身長もそれはもう理解してるっていうか覚悟あると思うだからみんなで高身長吊るし上げたり何あのみんなでこっそりと足元消したりとかしよったらいいんじゃない <laughs> やられて文句言わんだろそんなとこ来た高身長が悪い高身長と女の子を固めてあと弱弾で固めるやばすぎるな絵面が高身長来たら小人に囲まれて膝こ小僧刺されても文句言うなよそれ分かってきとんだろちゃんとお風呂入ってきてほしいなえあのさすがにその前日は入るし2回くらいシャンプーもするわ美容院って洗ってもらおうかなでこのチルドレンハウスっていうそのところがさコンセプトが 1 5 5ンチ以下の小さい女の子を集めましたっていうコンセプトなんよ。でだからそのスペシャルゲストで呼んでる私の連れも155以下のこのミニマムで可愛い女の子をね呼んでおります。そうだからチルドレンハウスなんだよ。えいいやろだからホビットたちもそのこの女背高いいいムっっててななならない優しい空間になってますちなみにやでちなみに今これで場所が分かったやん。 だから先に店を燃やしてやろうみたいなやつが現れることだけが心配やな放火はあかんであのな江戸時代でも火付けは死罪やねんそれくらい放火って罪重いねん死罪やで江戸時代ならお前放火は罪やから放火すんなよお前らそうだから上野でガソリン傾向管持ったちっちゃい男が見つけられたらみんなすぐ通報してな多分火付けに来ようとしてるからこの多分ここ行ってると思うんですっつってこの住所送ってあげて 持ち物検査入れますって、持ち物検査を入れるのと、えっ、ー、と、金属探知機で、あの、一応、その、刃物を検査させていただきます。で、持ち物検査の手間がやっぱあるんで、できるだけに手荷物は少なくしてもらうとかはありますね。もう、もうほんまにちっちゃい手荷物くらいで来てもらうように、アナウンスはします。で、そこ、カラオケもあるんで、まあ、なんか何、何その、歌ってほしいみたいなんがあれば、歌うことも、まあ、可能です。それでほんまに刃物見つかったら、さすがに通報するわ。 キャパが、えー、っとね、14人です。川に怪薬つめていてるかえ、川って、んこの川にこうやって頑張って引っ張って、こうーって、キュッて閉めてってことそれ、まあ、爆発するとき、なおかつ、お前も死ぬときやけど、まあ、そこら、それくらいの、それくらいの覚悟があるんだったらもう仕方ないよな。お前のんこと一緒に爆散するわ。そう、結構少ない。思ったより少ないですね。で、で、これで、まあ、もし、その、 いっぱい人が来てくれるっていうのが分かったらなんか第2回もやるかもとかいう感じかなこれでさだって少なめでさこんかったらさもう私もう配信業やめちゃうよもうつらくてだからそこだけその今今回が埋まったら次も考えるわたくさん来るってとか言ってこんかったらどうしてくれるん悲しきホビット集合写真はあるんですかまあ私は多分その時間的にやれる時間がないから あのみんなで撮りましょうっていうノリになったらその入り口におる1 8 0センチのガタイのいい男たちに頼んだら撮ってくれるだからチンコの皮に火薬詰めてぶっこんでくるやつはもうさすがに私も受け止めるわそいつと一緒に爆発するからそこまでして私をやりたいならお前はチンコの皮に火薬を詰めて火をつけてこいそこまでしてから自分だけ安全におろうとするなよやるなら自分もしねえよのんちゃんゆったちゃんとの会話可能です2人ともあの今日のためにですね 2人ともちょっとダイエットをしつつさらにあの酒を飲めるように胃を整えてくれてますそうこれがガチの鎮突 <laughs> 確かに <laughs> でここでちょっと言わせてもらうんですけど私は酒が実は飲めないんですよなんでみんなが入れてくれるシャンパンはノンアルとアルコールがあるんですで私が飲めないので飲めない分をホビットのみんなに飲ませるっていう感じになると思うんですねなんで誰かがシャンパン入れてくれたら「わああありがとうじゃあお前ら飲めよ」って言って私が 飲ますすんですよ逆に逆にそういうちょっと謎の回なんであんまりそのアルコールは入れない方がいいかもしれない <laughs> お前で私だから飲めんからキャバ行ってないし飲めんからガルバ行っとったんよでノンアルとアルコールのオリシャンはえっ、ー、と絵が違いますでノンアルの方は私の免許証の写真にしてありますあっ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 お酒を飲めないホビーはノンアルコールの入れたらいいのノンアルコールのシャンパン入れてもらってノンアルをみんなで飲んだらいい緑茶の水割りはあります一応飲み放やから好きなもの飲めるあ で、あとは、その飲み放題やけん。そのジュースとかも置いてあるよ。カルピスとかオレンジジュースとか。まあだから、そう。みんなで飲むから、無理専用に、ノンアルをみんなで飲んでも全然いいし、たまにちょっと酒飲みたいなってやつは別にアルコールでもいいし。アルコール版の写真は、えーっと、ちょっと可愛いのにしてある。で、ノンアルの方は、免許証の写真だけバンって貼ってある。VIP 席からシャンパンの加計褒美におめぐみがある。VIP、まあ、がだから、入れてくれたらみんなシャンパン飲めるって感じなんかツーショットのチェキに関して、 あるんよ、あるんやけど、2ショットのチェキってな、例えば、胸に隠し持っとったそのセラミックナイフで刺される可能性とかってさ、結構あるやん。だから、2ショットのチェキって、危ないけどやりたいどうしようってなって、2ショットのチェキ取れるのは、各部で一番お金使ってくれた人とだけ、2ショットのチェキを取りましょうっていう話になった。さすがにな、一番金使ってくれるやつで刺しに来るやつはおらんと思うよな。だから、 一番金使ってくれその各部一番金を使ってくれた人とツーショットのチェキは取れるようにします。まあその店の人からしても、今のタヌカンさんは刺される可能性結構あるんで、それくらいはやってもいいと思いますって言われたけん。だからその部が終わった後に全員外出して、その一番金使った人とツーショットチェキ取っておしまいみたいな感じ。で、オリャんはソロチェキになるかなと思う。ソロチェキはまあ遠くから取るけ別に OK やん。だからツーショットチェキはもう一番金使ったやつだけにするわ。そ各部最強の えーと金を持つホビッットトが選ばれてツーショットチェキそれはツイッター上げてもいいよ。それね岸田もこれくらい雇ったらええねん。ん刺されないだろうって言うけどやっぱり世の中いろんな人おるけんな。私言うて実家にそのすげえ嫌がらせされたもうほんまやし実家わざわざ来て嫌がらせしたんで電話わざわざかけてきて嫌がらせしたやつおるからさ私じゃなくて実家にそうやってされるってことは私本人だとやっぱりあると思うねん。そうで一番金使って その後、配信来てくれたら、もう無条件ビップやん。さすがに VIP 地下アイドルみたいな子がパワー系にビッて私にされたのあったやん対してそんな関わりもなかったかもしれんけど何か恨みを募らせてやられることあるそれで言うんだったら私は恨み募らせてるからドレスコードとか特にないからまあ乳首とチンコが隠れてたら何でもいいよミキにできてもいいよミキにでおいでチンコと乳首隠れてたら何も言わんからで年収を胸に書いて あと体かな。やっぱりあのー、筋肉がついてて。で、まあやっぱり高身長も外せないですよね。私は、あの、欲張りなんで、年収も欲しけりゃ、身長も筋肉も欲しいですよ。いや、私2000も言わん。1000あったら十分。てか、1000でも相当すごいからな、言うてこの世んかスーツでチンコ出してるパターンはダメですね。チンコ出してたらさすがに、あの、女の子いるんで、1000万は欲しいね。だって私2位とする予定やから、 1000万くらいはないと私がニートできんやん。数ど700でも別にさ、私その東京ど真ん中住みたいって言ってないねん。だからちょっと郊外行って、千葉とか埼玉でいいねん。そこで暮らすんやったら700もあったら十分すぎるやん。そういうところで、ゆっくりその人の帰りを待って、飯はウーバーで、洗濯はします。はい。<laughs> ニートダメ、配信消しえ、じゃああの、あの、その旦那様のために、ほら、ね、おしゃべりするから。 千葉、埼玉、今では全えー、ほーなーうなそそやんじゃあじゃあもうちょっとどこ行ったらいい奥多摩とかはダメやん飯はウーバーだって飯作れもん選択しかせえへんよ専業主婦やけど私はその家政婦さん雇いたいあ、いいよもう山梨多い分いいよいいよ田舎全然いいから車あの、計1台安いんでいいけん計1台くれたらいいえー、じゃあ徳島の実家でいいよじゃあじゃあ私の徳島の実家で一緒に暮らしてくれる人でリモートかなんかで仕事ができて別にそこそこ稼げる人な 徳島の実家で一緒に暮らそうじゃんいやいやひもじゃない専業主婦って言うんですよだって最近の専業主婦やってさルンバあるしさあの何洗濯やってさ正宮の何全自動のドラム型のさ乾燥網ついたやつあるやんで食洗機やってあるやんでまあそうじゃまあ,まあ、まあ、そのルンバ以外にまあちょっと拭くくらいはあるかもしれんけどそんなやることないやんつまり私と変わらへんのよ結婚したいけどだってもう私さ30よ 子供…子供欲しいやっぱり自分の遺伝子を継いだ子供が欲しい女の子がいいあるよえ結婚したいよするするかしてやろうかねえせなまんさん結婚する俺と床掃除以外ってだって言うてやでまこ、あ、りちょっと拭いたりとかって毎日せんでよくないまあうちも猫の毛とかあるけどコロコロかけてちょっとまあ拭いてぐらいちゃうでそれだけで それをな最近ちょっと大変大変って言い過ぎかなとは思うかな子供るんだったらまた別やけどな専業主婦じってるよ今の時代いろんな家電が揃ってる時代に専業主婦で子供もおらんのにやってるやつはそらまあニートやろただのちなみに私は何家事すらもう友達にやらせてるゴミニートですけど <laughs> ゴミオブゴミニートですよだから、専業主婦様よりも 私が上なんていうことは言いません。けど、けどやで。けど、子供おらんのに専業主婦はさすがに、それで忙しいっつってんのは、肩払いたいな。だってユったちゃん、何アセンダントやからな。バロアセンダント。エベックスマスター。鉄拳も、何鉄拳神まで言ってるそう。ゲームがうまくて、面白い、フィジカル強い女やねてかまあ、バロは多分ちゃんとやったら、まあ、イモタルくらいはあるよ。 ゆったちゃんが田縫くん以上に人気出たらどうするのそれは嬉しいよ。私が好きな女やから。あいつはね、もっとね、ちょっと人気になってほしい。あいつの配信めちゃくちゃおもろかったんやけどな。で、あいつの配信でバリおもろかったんが、あの、なんか、木工さんタイプなんかな。あのね、モニターとか、プレステとかを壊すの。壊すのよ。パンチとか、キックで。<laughs> 負けて切れて。すぐ壊すの、パンチとかで。 で、一回、あいつの配信見よったんよ。で、リリ、リリっていうキャラと対戦してたのね、ゆったちゃんが。で、アドバイスしてたんやけど、結構ボコボコに負けて、で、鉄拳って負けた後に、あおるシステムがあんの。死体を踏んだりできんのね。で、ボコボコに負けて、死体踏まれて、あいつ、配信で号泣して、コントローラーぶん投げて、どっか走っていって、めちゃくちゃおもろかったけどな。ガチ泣きしちゃった。<laughs> みたいなやつかにくってもう,もう,もうああって言いながらプレステをキックで壊してた最高やったけどなパワー型パワー型なんよそれくらい,い,い負けず嫌いやけんゲームも強いんやけどなあでも壊してもまあやっぱすぐ買うんじゃんですぐ買ってほんでもうモニターも何枚くらい壊してもうたからなみたいなゲームやりたいけどでけへんこの前キックして壊したけんとか言う でも鉄拳っていう界話やけんやっぱりその目立たんのよそういう気候集いっぱいおるから鉄拳っていう界話いこんなんいっぱいおるから僕もあけこん7代目ですとかにこやかに言ってるゆうまくんとかおるしな <laughs> ゆうまくんっていう会って喋ったらめっちゃ普通の子なんやけどすぐパチ切れる鉄拳の子とかおってその子イベントでおった時に僕このあけこん7代目なんですとかニコニコしながら言われてどうしたらいいかわからんかったそうこれだから鉄拳勢は。 キコシしかおらんでみんな壊すしなすぐ私なんてその鉄拳界で言ったらお上品なエルフよほんとにね私はだって画面壊さんしゲームを壊したことないあけこんを叩くくらいはやったことがあるまあ大パンくらいはするゲーセンの台も蹴ったことはあるけどそれくらいいやいや次の加藤純一とかじゃないよもう初めのタヌカナやから唯一無二タヌカナやからよろしくなしかしって本名たにかなからもじってるわけ つまりこれはこう、加藤純一の系譜であるかもしれないも,もう「タニカナやから私は「タニカナでよろしくお願いしますそうたっさんいいねたっさんです「タニさん」「タニって呼んでくださいみんなで「タヌはまあ一応そのまあ徳島といえば「タヌキっていうもあるーまああるっちゃあるけどまあ名前をもじったって方が強いかな「タニ良子の系譜」いいよまあ別にケンキさんから来ましたあそうそうですかえなこちゃんかわいいよなえ えなこかわいいよなペえなこ配信からこっちに来るとなんか画面が汚いって言われるからないいやんな落ち着く画面でな泥臭く,く売れていってもええやないですかえなこちゃんは相手がねい分かってるわだ別に張り合ってないから張り合ってないからちょっとなんかその一緒の土台にじゃ一緒のさ舞台に立たさんといてくれる別に違うとこでやってるわ私はお深いの時年下の場合は何て呼べばいいですかえ何でもタヌカナさんとかでいいんちゃうタヌみんなでも仲いい子はタヌって呼ぶねん でもお前ら別に仲良くないから、タヌかなさんって呼べ。お前ら縦とか呼んできたらビンタするからな。何そのつもりじゃ、べー言うて。ビンタするわ。んをつける、デコ好き野郎。罵倒オプションなんていらんよ。お前らなんて生きとるだけで罵倒いっぱいされとるやろ。なんでそこまで罵倒を求めんのお前らなんて、もう生きてるだけで罵倒されるんやし、してあげるよ。かわいそうな男たち。え、えなこちゃんが私と同じようなことして謹慎 親近感なんだが。え、もしかして、それってもう私がえなこってことじゃん。タヌはえなこだったんじゃないそういうことや。罵倒から逃げてきたからここにいる。でもダメよ、私だって罵倒するし。優しいことが欲しいんだったら VTuber 行きな。VTuber はみんなに優しいよ。お前のことを認知もしてくれんし、ほんまに金としか多分見てないけど、優しいよ。彼女は反省しましたがあなたは反省していません。そうだわ。これがえなことタヌを分ける違い。 反省の有無ですす。ね。よろししくお願いしま VTuber は田ぬかだみたいに身を切りながら配信する懸命さがない顔出してない時点でな何も打ってないからな切り売りしてないからないいや顔だねあ、おバやめろってそういうことバンするぞ累進課税に文句別に言ってよくないそれはそうやろだって税金でどんだけいかれると思ってんの言うていいやろだってそんな中んでだ,、ね、だってさ 頑張って稼いだ人がいっぱい取られて全然稼いでないやつが生活保護を受けてさパチンコ売ってたらそりゃえなこやって文句言うよ私はえなこの味方うん累進課税はクソ貧乏は貧乏金持ちは金持ちこれでいいんだよう真面目に申告すると損するからなマジでで多分えなこちゃんとかはそのやっぱちょっと怪しいこととかもしたら困るから真面目に申告しててめっちゃ取られてんだと思うよそりゃ文句も言いたくなるやろ貧乏人は貧乏人のままでいいねんもう ああ,あ、まあ、水こぼしちまったごめんえなこちゃん水こぼしちゃったうん <laughs> いやその貧乏人がえなこにお金落としてるんだったらちゃんと養わないとダメじゃない <laughs> でもさその貧乏人も言うて税は取られとって得してるんがほんまになんか何もしてないさそのなんだっけ外国人で生活保護もらってるやつとかさその生活保護税みたいなんだったりするやんそれが腹立つよな。 いや私さその、まあ、鉄拳勢って、クズかずしかおらんけん。私、同い年で、その、何、子供部屋おじさんで生活保護もらいながら生きてる、T 生せい君っていう人がおるんですけど、<laughs> 鉄拳勢の T 生せい君。私と同い年で生活保護を受けてるんですけど、一生ゲームしてるんで、ゲームうまいんですよ。確かに。鉄拳も強くて、プロレベルとか言われてるんですけど、でも生活保護なんですよ。働かないんですよ。働けるのに。 もう無喝でやっぱりそいつ自体は別にまあいいやつっつったらおかしいけど別にゲームしよったらまあ普通にいいやつなんよけどやっぱ歪んでんなって思うでてぃせいくん、まあ、みんな、まあ、知っとる人は知っとるけんこれ以上言わんけどそうエボ4位のィーせいくんは生活保護ですよ子供部屋おじさんで確かお母さんが生活保護も,もらってるかなんかだっけなほんでそれで暮らしてるみたいな感じで,でもパソコンとかこうたりしてるけんどうなっとんかわからん子供部屋 子供部屋でおかんがもらっててそのおかんからのお小遣いで暮らしてんちゃうか病気持ってるとかじゃない普通やしゲームうまいゲームうまいよだからそうてっけ強いねんで他のゲームも強いねなんか私よりバロ始めたのにあいつ今ダイヤさんとか行ってたから多分アセンダントとかもいけると思うよまあニートやしなハイパーなまあわかるよそういうやつだけじゃないけどそういうやつもおるっていうところがやっぱムカつくよなっていう話 ほんまにきつい人やっっ俺も分かっとるよでこの前その DM くれた手帳持ちの子はその障害者年金で次9万もらってなんとか暮らしてますみたいなそういう人は別にいいねんも,うもらってってもっとあげてみただ、まあ、T 生がいくらもらっとうか知らんけどあいつが20万とかもらって毎日ゲームしようやったらマジムカつくと思うからちゃんともっと働けん人とか障害の人に言ってほしいなって思ってます低身長は叩いていいけど生活保護叩きだけはやめてね ま、あその、えっ、ー、と、こと、ろとことろとくんが生活保護なんかを知らんよ。生活保護なんかを知らんけど、君はじゃあ、ちゃんと生活保護なの働けると、働けるけどうまいこと取った生活保護なのそれで違うってだけだよ。で、暮らすのだけで大変。だからそういう人もおれば、生活保護の方が、働いてる人よりも楽してるっていうもも、まあ、おるからな。そういうの見たらやっぱりイラついてしまうやん。そうだよね。働いてなくて大変なのはあったりも、だから、 まあ、極論で言えばな生活を受けてるんだったら、娯楽など持ってのほか爪に火を灯すような生活で、細々と生きろっていう人が、まあ多い。働いてないんだったら。けどまあ、さすがにそれはひどいと思う。ちょっとくらいの娯楽はもちろんあってもいいと思うんやけど、ただ、なんだろう、やっぱ遊べるとこ見たら働けるんちゃうんかって思われてしまうもん、まあ仕方ないよな。そう爪に火を灯すような生活。裕福な家庭に生まれたやつに貧困層の機械の損失とわかるそれはね、わかる。裕福な家庭のやつって、そこらへん全然わかってないの。 私、その専業主婦を叩いた切り抜きでも言ってたんやけど、友達がそのすごいまあ裕福な家庭だったの。で、私はその途中、おかんが出て行ってから、結構貧乏だったの、家が。もともとは裕福だったんやけど、バブルがはじけて、あのジーバーが詐欺にあって、家を取られて、で、一緒に暮らすことになって、ってなって、ちょっと貧乏だったのね。だから、大学に行く機会をまず、与えられなかったの。もう働いてくれって言われて。 で、高校生の時も、そう、あのー、何車のさ、教習所代とかも出されへんから、自分で貯めとけよって言われて、高校生時代の時間やって、お金やって、そのために失われたものが結構あったの。で、私より頭悪い子は、私立の大学、名前がいたら受かるような大学行って、大卒っていう称号をもらってんのに、私は勉強頑張ってたけど、高卒なの。そういう機会の損失を、やつらは気づいてない。下を見ないからね。下を見ないから、そういうことを、 恵まれててる側は気づいてないなそうやね浪人何回でもできるし親が出してくれると金やけんこそ浪人とかするんやろうな自分で死ぬ思いで奨学金取ったやつは浪人とかまあせえへんぞ、まあ、バイトしすぎて体壊してやめたみたいな子はおるかもしれんけどな貧困のループを抜け出すためには頑張って自分で奨学金なりを取っていい大学に行ってでそこでってなるんやけどそこまでのモチベーションを保つんって難しいやんまあそんな主体性のないさ高校生やらもっと遊びたい大学生くらいでさ 抜け出そうっってて思える人なななかなかいないの,の周りのやつら羨ましくて社会を恨んでる私はそうよそういう大学行けた子とかが羨ましかったからでそのままなんだろうゆるーく特に就活もせずフリーターとかを経験して大学はもう行ったものの就職とかせずフリーターとかしてぬるっと結婚した専業主婦を叩いてんのは恨んでるからや。ぶっっちゃけけけ大学行ったところでで何かが保証されるわけではないけど 大卒と高卒どっちがいいかって言ったらしょぼいとこでも大卒の方がまあええねん奨学金を借りて好成績を取る奨学金の返済なしみんなこれを狙ってるよだからそこまでやれるんも結構やっぱ頭良くないとあかんけどそこまで頑張られへん子もおるやんそれで、ね、投,資投資として浪人するんだろうけどけどまあその親がそれこそ親の余力があってやん高卒で働いてから大学入り直したけど大卒ってただけで全然違うそうやねんそんなに変わらんよって言うけどそれは持つ者が言ってるだけ持たざる者からするとほんまに変わるよ 私学歴コンプ結構あんねん。だから私よりその頭悪かったう悪かったかまあ言うて大学出たってその特にさ内面が変わるわけでもないからまあそのなんかまあ頭良くないなって思うこともやっぱ大卒だったりすると悔しいよやっぱり学歴だけで見たら私の方が下なんだって思うとね社会に出たら学歴自地頭で結果収入とか同じらしいよよく稼いでる人あるいやあのね例えば地頭で結果収入が変わる仕事なんて。 少ないの、本当に。こんな配信私、その、口が回るから、一応配信で、まあちょっとやれてるとこはあるよ。けど、こんな仕事で、地頭で稼げるような仕事って、なかなかない。下手な大卒の方が、全然、アベレージは高い。私はそう思ってる。東大目指すいや、ごめん、私、その、正直言うてな、容量はいい方なんやけど、頭は別にそんな良くないの。だから、テストとかの一夜付けで点数取れるタイプやけど、 そ,のそもそもの頭がいいかって言われたら別にそんないいわけじゃないの。大卒であれば22歳で海外就職できるからめっちゃ変わる。なやっぱりその知ってたら変わるとこいっぱいあるよ。恵まれた環境で育った人は奨学金が何かを分かっている。そうそうなんよ。奨学金って何って言うてくるからな。親の金で大学行ったやつは。大学でさ、バイトして頑張って奨学金の返済とかをしようとしてる子に向かって、なんでそんなバイトしてんのなんか欲しいもんあるんとか聞いたりすんねん、分エに。恵まれ、まあその恵まれたことを、 別に悪いいって言うわけじゃないよそれはまあだってさ、まあ、昔のそのおじいさんとかがその食洗機は楽してるとかドラム型洗濯機は楽してる昔は洗ったもんやから使うなみたいなだから親の金があるけど使うなっていうわけではない別にあるものを使うのはそれはいいよけどそれ使われへん人がいっぱいおるっていうのを知ってほしいとは思う高卒はいい金属24年で手取り20万ユニクロ新卒の少年給30万に負けてますビうう大卒やったらな ユニクロは大卒だったら店長とかも結構なりやすいしな。やっぱりまあ、20年そんだけ勤続しても差をつけられてしまったりするよ。そこそこ裕福な生まれ、家庭に生まれたけど、ちゃんと感謝してる。そんなあなたは偉い。けど、男はね、結構感謝してる率高い。女。女はマジで感謝してないどころか、し、何思ってない。普通じゃないってなってる女多い。そう、身近な貧困に気づきづらいよね、でも。 自分がだって貧困層によったら普通だと思うもんね。で、言うてその生まれながらの格差を埋める努力をしたんかって思うね。けどね、その生まれながらの格差っていうのがもっぱってあるところで、そのさ、高校生とかやで、まだ子供よ。大学生や言ってもさ、みんなわかるやん。その時なんてまだもう子供やったやん、脳みそ。そんな時にもともとある格差を埋めるほどの努力ってできる人がどれだけおると思うその努力をできたやつっていうのは、それは成功してると思うよ。けど、 できんやつが大半。だってまだ子供よ高校大学なんてそれを努力できんかっただけで終わらせてしまうのはむごい任天堂も大卒室あそうなんやファーストリテイリングは別に、まあ、高卒でも正社員になれたけど私はそのバイトからでバイトの時に結構その、まあ、仕事をバリバリやっててほんでテスト受けてみるって言われて正社員のテスト受けて受かったからまあ ユニクロとかはその結構実力重視というか働く人だったら OK みたいなとこはあった稼げないやつに限って貧乏を理由にしてるうんうんでもまあその親の年収っていうのは遺伝するっていうのはおかしいけど家庭環境がその年収とかに関わるっていうのは実は証明されてるわけですよなんかね実験じゃないけどある裕福な夫婦がおってで子供が生まれたんよ子供が生まれたんやけど取り違えて その貧乏な夫婦のところに金持ちの子供が行って貧乏なところの子供が金持ちの子に行ったっていうのがあったの。ってなると親はだから頭いい稼いでる親同士の子供が貧乏なところに行ったわけやん。どうなったかっていうと貧乏な方は子供も貧乏になって金持ちの方は子供を金持ちになってん最終的に。研究とかじゃなくてんかあったなんか事件かなんかだったと思うんやけどっていう実際の事案があるんやってだからその親の能力じゃなくて 環境なの本当に稼げるかどうかっていうのは100%ではないただかなりその確率その年収が上がる確率に寄与はしてると思うよ事件かこれは東大生の親の7割は年収1,000万以上な時点で統計的に証明されてるそうやねだからね持ってる人は努力もしたと思うよ稼げてる人は努力もしたと思うけどその努力してきた余地ができたのは親のその裕福な環境だったっていうのも分かっといてあげてほしいな でそう男はそれでもやっぱり諦めれんから頑張って覆してな稼げるようになった人、まあ、中卒やけど稼いでますとか言ってやっておるやんそういう人もいっぱいおるえ偽物のこ供叩き出されてたんかわいそうすぎる最初に配られる手札ゲームでもな配られた手札で勝負するしかないんよスヌーピーも言ってたっしょそう努力の仕方が分かってるで習い事とかをやらせてもらえるその家庭環境の余裕から来る、まあ、でもそれで死ぬ気で努力してどうこうなれたやつはすごいよそれは頑張ってる けど頑張らんやつを一括りにしてて貸すっっいうのもちょっとかわいそう年収1億は聞くかもしれんが1,000万なら努力できるそうだね1,000万は頑張って頑張ってしたらいけるけどそこまで頑張れる人があんまりいないのも事実最初の手札で勝負できないから整形する人いるけど整形はどう思うえー、っとそうね。その整形は自分のお金でやってるんだったら手札を増やしてるだけかなとは思うね実際だって芸能人とかさまあ 言うててててみんんななさししいい人おらんてくらくはしてるわけやんけどじゃあそれで恵まれたその最初にある手札で勝負できないからしたとかじゃないやん手札の種類とかを増やしてる変えてるぐらいだと思うよでそのお金もまあその言うたら自分で稼いだかまあもしくはその出してもらえる男をちゃんと自分で見つけたかやからな生計で,タダでできるるわけじゃない金がかかるでその大きめのお金をどこで用意するのかって自分の努力なのかまあ男に 出させるのかは分からんけど言うてんは整形とかさやったところで、まあ、芸能人とか見たら分かるんやけど元がいいやつが整形して芸能人になるのねブスが元骨格からブスのやつがどれだけ金かけて整形しても芸能人にはなれんのよやっぱりこんなに時代が進んでもある程度限度はあるその整形に見合う年収が稼げないらしいんその整形に見合う年収整形したけどってこと女は言うて整形するだけで かなり年収そのまあ障害年収というか障害得するお金変わってくると思うから自分で稼げなくても周りから出してもらえるお金が変わるよあでもそうガチブスでもそれなりにはなるけどガチブスがいきなりめっちゃ美人になれたりとかは違うガチブスはまともになるまともな子はちょっと可愛くなるでなんか整形で上げれるってほんまに十点二十点くらいなのたまに奇跡のブサイクみたいな骨格完璧なブサイクみたいなのがおって 50上がることも稀にあるけど、整形はやっぱそんな変わんないよ。天然な橋本感の奈はっとすぎる。だから、端かとかはもう、でもその、橋かんは端かで、まあ、ちょっとなんかその、足が短いとか、それぐらいはあったと思う。けど、断面があっこまでいけてるから、まさし引き100でいいだろうな。か橋かやって、まあ、ちょっと年取ってきたりとかしたら、やっぱりお直しはすると思うのよ。その、まあ、何、アンチエイジングだろうけど、あんだけ可愛かったら。だからそれを持って 整形は自分の配られた手札で勝負してないっていうのはまた違う気はするね。確か刊整形じゃないとも顔はね。か刊だってちっちゃい頃から顔あのままやん。整形はないと思うな。整形はエ p ペックスでパッとだと思ってる。うん、まあまあ。整形すれば100点になれると思ってるのは大間違い。そうなんだよね。日々の努力っていうのが、まあ、女の結構自己満足ではあるんやけど、確かに綺麗な女っていうのは、えぐいくらい美容時間かけてるからな。だって、アタシアってさ、 言うて小汚いけど美容にかける時間とかはかなりあるまあその、まあ、一番肌とかかなやっぱり肌で私髪はちょっと結構適当なんやけど <laughs> そのほんまに綺麗な女は肌もそう髪もそうでまああのネイルとかもそうやし流行ってホワイトニングいきょったりするし謎にでなんかまつ江くとかまつげなんちゃらなんだっけパーマまつげパーマいっとってで眉毛もサロンで整えててとか。 やるから、まあ、ほんまに綺麗な女ってのは超お金がかかってるね。私は風呂入らんからな。えー、半年に一回ぐらい整形する人がいるんだけど、整形が趣味になってるらしい。え、でもわかる。私、その、法令線にこのままヒアルノさん入れたって言ったやん。俺聞いてない人おったあれやけど、あの、あまりに言われるから、この私のマリアナ海溝と言われる法令線をね、埋めようと、ヒアルノさんで埋めたんですよで。みんなはあんまり変わらんって言うけど、やっぱ私、その朝鏡見たとき、 なんかこの、わかるあの、綺麗になったというよりかは、ちょっと若い頃に戻ったって感じがすんの。なんかね、言うなれば、多分25くらいの顔に戻ってるって気がした。ほうれい線マリアナ海溝こと、田中かです。田中かは30代に入ったらモテそう。んんそうだね、30代入ったらモテるな。あと3年か。今日っぽい見えんのえ 一応用意はしてるんですけどおっぱい見せてほしい場合は何するんでしたっけちょっと1円じゃちょっと出せないってえー、田中は3日間くらい風呂入らないでくるオプションいくら払ういや汚いってあのさっき女の子に「たたなさんお風呂は入ってきてくださいね」って言われたけんお風呂ちゃんと入っていくなって言ったそこ約束したけんあかんほら出すもんださんとなだって今日1回目チー出した時はオラクルニキが1,000円くれたから1,000チアくれたからな。 そうやでや父を出してほしいんだったらお前らは何を出すんチンコ出す前に考えろよその少ないのおみそで学生だからごめんねちょっとしか支援できませんえいいよいい何一か一かお前はいいっていうかあのこんなん来るなやめとけ何入るも6500円かかるんぞやめとけお前学生やろ配信で配信でおしゃべりしようこれはやめときないいよじゃあ今日はもう一かの一かのためにないいよ100円で谷間出します ほら見てみなこの谷間これはリアルな父にしか出せない弾力シリコンを入れたやつはここにこういう線ができるこれは何 <laughs> リアルな父ツイッチは谷間 OK なんでえなこも出してるはい新宿ランカー泡状クラスの仕上げられた裸質ですね写メ日記公開で指名プラス10本いく感じですほらカールえカールゴッチももしかして来てくれるん待ってるよカールゴッチ シリコンで光通すから暗闇でライトを押し付けると光るいや全然押し付けてもらって大丈夫ですよ僕は本物なんでその辺の宝鏡のしょうもない女さんと一緒にしないでくださいこの天然記念物 F カップを宝鏡は黙ってな宝鏡税から炎上しないからえしてもいいですよ宝鏡税からの嫉妬が耳に心地いいぜはっはっは会場に更新ちゃったらどうなるあ別に割り増しで金払ってくれてるからホビットもさすがに怒ったりはせへん俺の分払ってくれてるなと思って 存在は許してくれるえだってさいつも思わんなんかさイベントとか行ってさ基本的に男が割りましじゃん男は基本5,000円とか払って女500円とか1,000円だったりするやんでもさ社会を生きにくいのって弱弾じゃんお前らの方が世の中損してんじゃん女は得してんじゃんそれなのに金を払わされんのってムカつくやん というわけで私のイベントでは弱干に優しいだからいつも満口ある息を使って楽して生きてる女から割り増しでお金取りますよっていう話、まあ、得してない女もまれにいるかもしれんけど例えばこのイベントにな冷やかしで来る女って大体得しとる女よ多分ね私のイベントに来るような女って正直私よりちょっと可愛いような女が多分多いねんほんで私より可愛いくせにタ中ネタネさん可愛いとか言ってきて私の顔が引きつるのがもう目に見えてる だから得してるから、これくらい金を払っても別にいいやと思ってる女が多分来んねん。だからええやろ。俺は27歳だよ。えいえね、こういうイベントに来る女っていうのは、それくらい払っても全然いけるよっていうくらい、普段割引を受けてる可愛い女だ。あえてアングラ空間に行って、この空間には、に私は理解がありますよと、マウンティングスか。まあ、そういう女もおるよな。だから、 あえてその、タぬかなさん好きっていうことで、こう、理解がある女を演じる、その、弱弾を、こう、叩き、マーンを叩く、その私を理解することで、アングラ感を演出してる女もいるかもしれない。大学の授業の間にやってくれるのありがたい。ちゃんと授業受けなさい。あんた、親の金で行っとんやったら怒るで、ほんまに。自分の稼いだ、奨学金とか、まあ、その、借金した奨学金とかで行ってんやったらいいけど、自分の金で行ってないんやったら、ちゃんとやれなよ。怒るで。私はいけんかったんやから。 <laughs> クソババアメスホビーが行くホビーっていう、まあ、例えばやけどそのそういうんじゃない子っていうのは男寄りだと思うね思考が多分私と同じタイプの女の子で男寄りで友達になれるかなっていう子かその上から目線可愛い女の2択かなちなみに脇で飯は握らんぞ他のより可愛い人来たら返せんぞいや別に割り増しで金払ってるからそれはいいよだからでも私が苦笑いしてるずっと姫やから 姫を脅かす女はやっぱり、えー。会場にお前より可愛い彼女連れてきた男はあかんなくて、まずそもそも彼女連れてくるっていう時点で終わりやん。間違ってるやん。え、だからそれはダメよ。もし、余震場彼女だったとしてもよ。別枠として友達として来なさい。イケメン来たらお持ち帰りしたら。じゃ分かってない。私はイケメン嫌いやねん。あの、ジャニーズとか、そういうイケメン嫌いやねん。私が好きなのはムキムキのガチムチの超体でっかい まあボブサップは好きです。けど、棚橋さんかな、もっと言うなら。イブシ・コーター、棚橋さんぐらいの感じがガチタイプなんで。なんかイケメンですっとけてひょろひょろの女みたいな顔の化粧した男が着てみ普通の男より当たり強いで、私は。格闘家みたいなのが好きなの。だからホビットは全滅よ。いけると思うな。岡田和親さん、いいですね。いいですね。イブシ君は顔も可愛いんだよね。 棚橋さんはちょっとワイルドな感じが好きなんか髪の毛変にちょっと金髪に染めたりしてんのもまたなんかそのいないあんかんちょっとあって好きそう「新日本プロレス新日派みちのくプロレス大好きですよあもう臭いのとか全然いいっすよムキムキだったら何でもえなあなあこのさ初めてのチャットでさ消されてんのって何て書いてんのこれ見えんのかな頑張ってもどうやってしたら見えるんかな見えんのかな NG ワードなんやここの NG ワードって何 スイッチの ng ワードってことか？差別発言だって消されるんだったら私の配信なんてばんだろ。ちんこは ng じゃない。普通にその付箋でも多分 ng じゃない。あ、デフォルトの ng ワードじゃあ何だろう？ブスとかバカとかいけるもんな。3文字まんこもいけるし、ちんこもいけるやろ。うんこもいけるし、3文字のスイッチの ng ワードって何ほらちんこいけるやろ。ちょんとか赤くなる。でも私にチョンって言ったところで。 意味わからんしなななんかない外事アナルいけてるやろ国に行けてます。えなんだったんそれでダメなやつ。あチョンはあ,あかんくなってる。確かに。チョンは許可拒否できる。じゃあ違うな。殺すマンコいけんねん全然。習 <laughs> <中>近平<辺笑>。あああ来た来た。えっ、ー、と、菅菅マイク。菅マイクなんて書いたそれ。菅マイクなんて書いた教えて。多分これだと思うねん。 ゲームョける <laughs> バス映がすぎるオダムドえーっと2問作もいけるえじゃあ1人多分正解がおったんよじゃあそれをあれあれその間に点とか入れて書けんあ普通ににゃそうか点アンモンいけますね <laughs> 結局わからなかったかマンコいけんねんってだからチアありがとういやなんかねえー、っとあのありに NG ワードコメントすると視聴者よりもバンされますよ実際自分はバンされました凍結されるらしいなんか1週間とか 気つけてね。ここがネットの違い方見。低身長もいけますね。セックスとか余裕ですけど。うんちいっぱい出たらもう大丈夫だよ。こんなバンされるかもしれんのに怖くてようやれよ。<laughs> いやバン、まあでも、大概凍結くらいではバンされたやつを知らんかな、まだ。これで飯が食えるか。<laughs> <laughs> 私はエルフの森から来たホビットです。あなたたち、ホビットとしてやるこれはどうしたのですかもうタヌカナに怪獣されてるから、こいつらは。 もうう今一緒に洞窟で共同生活してるからそうみんなそのホビット村でさでもしない少ないロクをはみながら共同生活してんねんロクを分け合いながらわかるかロクをはむって田ぬくの次第ワンクリックでホビットを大虐殺できてしまういやでもやらないよだって俺たち仲間じゃねえかいや仲間じゃないなごめんちょっと一緒にされるのはちょっと嫌やわちょっとホビットと同率って言われるのはムカつくから、まあ、私もその無職フリーター30歳やけど ホビットと同列かって言われたらちょっとちゃうからちょっとごめんやっぱ仲間じゃねえわ手下だわはいうちの1番のデブちゃんでーすデブちゃんゴロゴロしてんねデブのみるちゃんでーすちょっと嫌そうな顔はしてるけどゴロゴロは言ってるから一応言っとくわなっみーちゃん行こう行 哎呀。以上 いいよでいいで,おいで,おいで離れていっしょ弟じゃないでしょ。 ええええ、パンツ見えたまあいいやろ。女の下着ごときでな、ギャーギャー言うなんてな、高こ校うこうぐらいまでやろ言うて。私はそのブラジャーとパンツくらいを別に見えてもどうでもいいかな。童貞すけるぞ。やめとけ。服着てる女のパンツがいい。それはもうフェッチの話でしょ。レアキャラのエルちゃん。いつもあんまりこうへんけど。エルー。で、みんな、抱っこ結構好きやけん。逃げ、逃げません。うちの子は。これ、うちのレアキャラのエルちゃん。 これさ、この子さ、あんまり保護猫っぽくなくないなんか。言えるかわいいやろなんかねメ、メインクーンっぽいって言われる。あとラガマフィンっぽいって言われるよ、うちの子。特にこっちのルーちゃん。で、こっちのルーちゃんが、いつもラガマフィンって言われてる。この子、抱っこ大好き。ルーちゃん。 あ、るーちゃんのアナルが見えちゃうこの子も乗らないよそう産んだお母さん猫は普通のキジトラみたいな感じだったのねだから多分そのどこらのそこらの多分血統書付きの長毛系の猫との間にできた兄弟なんだと思うこの2匹兄弟雑種には人権ないって雑種しかおらんけどうちなあ雑種やもんなあもちゃんかわいいなちなみに私あれやで ガルバ時代、シャンパンとかおろしてもらったこと一回もないでっていうかおろさせてって言われたけどめっちゃ断った酒が飲めないからエルちゃんえなあよかったらあのシャンパンとかおろさせてもらってもい,い,いや全然いらんほんまいらんけんやめとしガチで酒が飲めんけん一人で全部飲めるっつうんだったら頼んでいいけど私に飲まそうとするんだったらいラらんけんやめてっつってえっってなってたまあガルバ時代もさ別に稼ぎたいわけじゃなかったからななんかもう やっぱり2位と続けすぎてなんかちょっとやらんとやばい私みたいな人と喋らんとやばいなと思ってガルバ行ってたからだからシャンパンとか入れてもらったことないよえっいい女やろだからその安い金で飲む客がいっぱい指名ついてしまって全然稼げんけど一生指名入ってるみたいな感じだったで店長切れてくんねんだからえ別にもっとも飲ませられるのにとかあの人やってえ言ったらさいくらでも飲ませてくれるなん何で飲まんのみたいな怒られてた けど、え、でも別に指名取ってるからええやんみたいな感じでまあ言わんけどすいませんみたいなでもほんと飲めなくてーとか言ってでも指名が結構取れたのだからもう店長もじゃあ分かったエルさんはそういうことってみんなに言っとくからーっつって私は別に、あのー、飲まんでもいいってことになってただって飲まれへんもん飲みたないしけど一体ショットだけはショットはえっとねジャスミンティーを入れて上の1ミリくらいだけテキーラっちゅうんかなを入れて 一回飲んだことあるそれだけやなハイボールかっこ焼酎ですで私に酒飲ませたいんやったらじゃあもうゲロは吐いてもいいだろう別にじゃあいいんよなおらくお前ゲロじゃんゲロじゃん飲むかおー私のゲロをもし吐くときはそれを飲んでくれるっていう男だったら飲んだるわゲロ吐くんよな私はお酒飲んだらエロくなりませんゲロを吐くお前に向かってゲロを吐くお前に向かってゲロを吐くちなみに酒を飲んだことがほんまに人生で 23回くらいしかない人格変わるとかではないただ履くうわっ言うて履くそのゲロまで全部一滴残らずすすり尽くしますっていうやつだったら飲んだるわ人権ステッカー売ってほしいな車あっ人権悪機を作るっつってたと思うグッズで人権悪キー <laughs> ベッドグッズ販売があるでしようかなって言おったでグッズ販売もあの半分かな半分か多分半分かな 私に収益が来るからぜひあの人件ア権悪ィ買って財布にでもつけとってプラプラさしとってさすがにそろそろ配信終わって飯食いに行こうと思うんですけどいいっすか自分いいっすかで、えー、質問等々はあの、オフ会の質問等々はそのなんだっけこの中の人あの店の人が答えてくれると思うからそっちの人に聞いてくれた方がいいかも 私そこまで詳しくなくて。はい、じゃあ今日ここら辺にしときましょうか。まあまあ、今日はね、いっぱい配信したんで。ほな、今日はこれぐらいにしときましょうか。彼女、彼女は金の王者で全ては金次第。ホビット190。<laughs> <laughs> まあ、そ、そ、ホビット160にしとけよな、名前。センスいの。うん。ほなほな、そういう感じにしとこうかな。じゃあねー。あ、ちょっと待って。